皆さん、大島先生です。拍手で。はい、ということで、YouTube マーケティングで、今回お話しさせていただきたいと思います。まあ、主にですね、今回30分だけということなんですけども、まあ、その、弊社がやっている実際に事例が出たお話と、あとは簡単にこれからどういうふうにお店、まあ、これから、やる方もいらっしゃいますし、おそらくまだ、ビジネスはないけども、これから考えていて、そのために集客を必要とされている方両方いらっしゃると思うんですけども、どういうふうに動画を使っていくのかという概要と簡単な動画の作り方、あとはその SEO とかって結構聞いたことあるっていう方いらっしゃいますか？分かりますね。ホームページとかで普通によく言われていることなんですけど、まあ、検索エンジンの、上位表示をさせて、人目に触れさせるっていうののことを、まあ、SEO 対策と。まあ、YouTube それを可能ですので、そのお話、この3つですね、今日話していくのは、そんな感じで、進めていきたいと思います。まず私の簡単な自己紹介なんですけども、現在、六本木の方で会社を経営しておりまして、まあ、主にコンサルティング会社ですね、まあ、いろいろ書いてありますけども、もともと私は飲食店の店長をやって、ラーメン屋さんをねやっていたんですけども、その前は、和食、築地で和食をやっていて、その前は六本木フレンチやってたんですけど、もう本当にバリバリの職人系で全く3年前にインターネットの方に来て、でそこで会社を起業したんですけども、まあ、そもそものきっかけがですね、やっぱりラーメン屋さんでリアル店舗やってたんですけども、まあ、ビラとかチラシとか路面店で配りまくったりとか、まあ、そういう本当にリアルの戦術しか知らなかったわけですね。ただ僕もまあ、一応今28なんですけども、一応若い世代とは言うので、まあ、そのブログだったりインターネットを使ったマーケティングっていうものをやっぱり駆使しなければこれからの時代はいけないと僕は頭で分かってたんですけど、もうパソコンも持ってなかったしそう、なんかこうこんな感じだったら本当にこう一個ずつ押していくような形で、なんでもうブログやったりとか、まあ、今こうやってお話ししてね、 SEO とか偉そうに言ってますけどそんな全く分かんなくて、もうそもそもなんかワードって何みたいな感じですそんな感じだったんですけども、やっぱり、そのラーメン屋さんの社長の方が、まあ、ネットとか全く使わないタイプで、もうメールじゃなくて電話だろみたいな、メールじゃなくてファックスだろみたいなファックスみたいなね、そういう感じだったんで、いろいろ提案はしてたんですけど、まあ、全く通らないという部分もあって、まあ、さらにですね、やっぱりその飲食店とか店舗ビジネスにおいて、まあ、僕も将来独立目指して頑張ってたんで、まあ、独立した時に役に立つように自分でマーケティングできるように勉強し始めたっていうのがきっかけです。でどん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 面白さが分かっていって、で、すごいなと。でまあ、いろいろネット調べてもちょっとうさんくさい人ばっかりだったんで、なかなかね本物の情報っていうのが取りづらいなっていうのも思ってたんですけども、まあ、いろいろ挑戦して投資して自己投資して、まあ、いろんなコンサルタントを受けてみたりとか、まあ、僕も結構そうですね、まだサラリーマンだった時に合計200万ぐらいはそのノウハウ系に投資したんですけど、まあ、全くあんまり成果が出なくてですね、悩んだ日々もすごくあったんですけども、まあ、そんなこんなで、いろいろとウェブマーケティングのことを学んで、でそこから、まあ、起業して、でクライアントさんいろいろ持って、で事例とかを出たんで、まあ、今回紹介すると。で、まあ、ネット SNS とかなかなか使ったことない人とかはね、なかなか難しいかもしれないんですけども、まあ、私も元店舗ビジネス出身ということでその辺はなんかご安心してというか、なんかその家で飛んだ話は専門的な話は、そこまでしないので、ご安心して聞いてくださいということです。で今回ですね、上川先生となぜそもそもセミナーやるかっていうふうになったのは、僕もいろんなセミナー出てて思ったんですけど、なかなか本物のノウハウというか、お客さんが実際にその例えば懇親会とかで来てくれました、ありがとうございますって感謝しているセミナーってあんまなかったんですよ。実際本当に直接お客さんがいて本当に感謝されてるような方がなかなかいなくて、でたまたまお会いした時に、まあ、セミナーに参加させていただいて、で本当にその懇親会とかでもありがとうございますって言われてたんで、この人すごいなと。ぜひ東京後でお話します。東京の人じゃないです、はい、なんで僕東京なんで、ぜひ一緒に東京でやってくれということで、開催しております。
はい、それではちょっと前置き長くなってしまいましたけども、YouTube のお話していきます、はい、でさっきも言いましたけども、今回お話しするのは3つなんで3つの条件ということでお話ししていきます。で、結構ですね、最近ヒカキンさんとかあっち系のなんか YouTuber とかいるじゃないですか。ああいう人たちって結局はその再生回数伸ばして、まあ、広告収入を得るモデルなので、あの YouTube もね、あの僕もよく言われるんですけど、再生回数が上がるにはどうすればいいですかとか言われるんですけど、まあ、それはそんなに関係ないっていう感じですね。要はその結局、まあ、店舗ビジネスであればそこに来店してもらわないと意味ないので、再生回数が1万あろうが2万あろうが来店数が0だったら全く意味ないですから、まあ、そういう感じで結局はその集客できる動画、来店したくなる動画、マーケティングを意識した動画を作っていかなければいけないということで、まあ、戦略的な動画マーケティングをやっていきましょうという話で、だからただ単に稼ぐとかね、再生回数伸ばしてすごいみたいな、そういう話じゃないです、まあ、実践的にね、堅実的にいきましょうと、先ほどお話しさせていただきましたけど、この3つですね、まあ、最初に、YouTube マーケティング第1章、ね、で次は、動画の作り方ですね、これ簡単な動画の作り方で、最後にその SEO の話ですね。まあ、これ全部ちゃんとこれさえマスターすれば、まあ、YouTube で集客ができるようになります。はい、で、まあ、第1章です。で、YouTube マーケティングということですけど、YouTube マーケティングの前にですね、そもそもマーケティングとは何ですかっていうちょっと質問をここでさせていただきたいと思うんですけども、マーケティングってちなみに、あ、じゃあ、なんて言ったんですか？ざっくりですか？はい、ざっくり。勘でいいですか？宣伝広告みたいな。宣伝広告、はい、はい。じゃあ、土屋さん。そうですね、宣伝、まあ、集客とか、その仕組み作りとか。はい、はい、ありがとうございます。正解です。正解なんですけども、結構ね、僕も店舗ビジネスからネットに移った時って、その機械的な作業ばっかりと思ってて、その SEO とか、HTML とか。でもそういうふうにやってると結局なかなか成果が出なくて、それはなぜかっていうと、やっぱりここをネットになると壊せてしまう。お客さんを救うっていうね、ところを忘れがちです。本当のサービスをお客様に、まあ店舗の人だったらね、すぐ分かると思うんですけど、お客さんが来て、ちゃんと接客、丁寧に接客して、いいとまた来てくれるように接客して、最後挨拶していくものじゃないですか。それをね、ネットになると、なかなかしないという方が多いです、本当に。とりあえず作って、なんかやっとけば来るんじゃねえみたいな。そうそうそう、まあ、実際作業はそうなんですけど、やっぱ思いっていう部分ですよね。結局はそのいかにその自社の商品サービスをよく見せて、来店していただいて、よかったなって言ってもらって帰ってくれるというところの思いを全てネット上に反映させなきゃいけないんですよね。店舗だったら自分の範囲でできるじゃないですか。なんかパウチ貼ったりとか、マット今日もきれいにしなきゃなとか、本当に毎日ね掃除したりとかするじゃないですか。そういうことのをそのままネットに反映するっていうだけです。だからそのネットとなると結構みんな魔法みたいなね。僕もそうだったんですけど、マーケティングって言ったらなんか魔法を使ってなんかまあって仕掛けするってイメージありますけども、まあそうではなくてですね、まあ、そもそもお客様対面のお客様に対しての接し方をネット上に反映させるっていうだけです。この人はここなんで、ここだけ忘れないように、これからいろいろやっていくと思いますけども、これだけ忘れないように、ネットマーケティングを進めていただきたいなと思いましたので、最初お話しさせていただきました。はい、でですね、次は、動画マーケティングの概要ということで、まあ、これ一番、いいパターンですね。ベストなパターンです。いきなりこれやれてちょっと難しいかもしれないですけども、まあ、一番ベストなパターンで、まあ、最終的に、今日は動画を書いていただいて、動画1個作ってもらってアップするっていうのはちょっと今日のねセミナーの目的なので、ここまでいきなり、はい、やってくれとは言いませんけども、これが最終形態ですか、最終形態というか、まあ、一番いいパターンですね。動画で検索エンジンから流入してきて、で動画だけじゃぶっちゃけ申し込まないじゃないですか。実際テレビの CM とかもそうだと思いますけども、なかなか電話番号って言われてもその場で速攻電話することはあんまないですよね。そこで一回見て、で、これいいなと思ったらネットで検索してホームページ見て、そこで申し込みですよね。はい、なんで、動画も YouTube も同じです。テレビと同じなんで、まず動画見てもらって興味を持ってもらったり、例えばホームページに動画貼ってあって、もっと商品を詳しく見たいって時に見てもらったりと、そういうような役割なので、こういうふうに使っていってほしいなと
思います。でこの辺ホームページ見まぐるブログっていうのはなかなかまだ持ってないとか方もいらっしゃると思いますんで、そのためにですね本日これから春川先生にお話ししていただくアメブロを使って、YouTube アメブロ来店という動線を作りましょうということです。で後でもお話しするとは思うんですけども、アメブロ内にも YouTube サイドバーとかにこうやって入れられるので、そのこっちからも検索エンジンからも流入を狙いつつ、アメブロに直接来た人も動画で信頼感がアップするというような仕組み作りを今回ご提案していきたいと思ってます。でですね、今言いましたこんな感じですね。アメブロのこっち側とかにこれ付けられるんですよ。そうするとこれ結構見られるんで、なんかこうね、自分の商品サービスだったり、いいその CM する動画みたいなのをここにこうやっていくと。いうと、やってないサイトとかブログよりも反応率 20% 改善すると言われています。まあ普通にね、僕も結構ネットで洋服とか買うとき、最近洋服も動画映してくれてるサイトとかあるんですけど、やっぱすごい分かりやすいですよね。写真じゃなかなか折りづらいところが分かるんで、やっぱり動画ってすごいいいなと、買う消費者側にとってもいいなと思うんで、まあ、それをこれをやっていくと、まあ、そうなると、まあ、反応率が 20% 上がるということです。まあ、購入に至るまでのパーセンテージが上がるということですね。はい、で、内衣装を少し、ざっくりとお話ししていきましたけれども、まあ、ちょっとこれはね、今詳しくお話ししませんでしたが、まあ、こういう感じです。パッと見で判断していただいているか欲しいんですけども、この要は動画がこういっぱい検索エンジン上に散らばっていっぱい撮るとこうなるんですけども、でそこから、その自身の CM、 そのアピール動画ですよね。アピール動画にこうやってやっぱ関連動画ってよく YouTube って出てくるじゃないですか、隣とか、うん、ああいうのって出てくるんで、例えば、僕であれば、YouTube の、コンサルティングをやっているので、例えば YouTube の SEO の方法とか動画を上げまくるじゃないですか。そうすると、こう見るわけですよ。無料でありがとうございますになるわけですね。そうすると、でそのうちこういうプロモーション動画みたいなのが関連動画が出てくると、それ見て、ああなるほど、これそのサービスやってんだこの人って、でそしたらそこからホームページ来たりとか、でそこからメールマガ登録したりとか、まあ、そういうふうな流れになるんですね。でこれはさっきも言いましたけど、まあ、一番いいパターン、これは一応頭の中に入れて進めてみてください。はい、で、次ですけども、動画の作り方です。じゃあどういうふうに作ったらいいのかっていう部分ですね。はい、で動画といえばっていうことなんですけども、ちょっとさっき、もう言ったんですが、動画はもう本当テレビだと思ってください。YouTube、これから運営していくという気持ちで、もう自分がテレビ局のスタッフというか社長だという感じで、もう最近本当すごいですね。ホリエモンさんとホリエモンチャンネルとかね、なんかもういろんなチャンネルがあって、本当に本当テレビみたいだなと。僕もテレビ見ずに YouTube 見てるんですけど、まあ、それぐらいの勢いになってます。でこれからもお話ししていきますけど、まあ、CM 動画とか、CM 用の動画、お役立ち用の動画とかね、そういうのを撮っていくわけなんですけども、はい、まずはちょっとこれ事例というか、この方知ってますか？この方知ってる方いらっしゃいますか？あ、なんかさん、はいです。はい。で、まあこの人ですね、エステサロンさんなんですけども、全く経営不振で、で、借金が3000万か4000万かな、はい、だってもう閉店って感じだったんですけど、YouTube 使いまくって、売上がめちゃくちゃ上がって、でもう復活して、もう今はいっぱい店舗持って、でなんか自分でこういう資本とかも出してね、結構今成功されている方なんですけども、じゃあこの人どんな動画作っていったのかということで、さっきお話ししましたこの CM 動画ですね、こういうは店内はこんな感じですとか、こういうサービスやってますとか、こういうのは CM ですよね、はっきり言ったら、まあ、売り込み宣伝です。あとはこういう感じで、なんかさっきも思いましたけども、その SEO のやり方とか、ね、その無償の提供っていうか、無償のそのあれですね、テレビも同じですよね。テレビ番組、テレビ局ってテレビ番組ではお金もらえてないですよね、実際は。あれは CM の、
CM 広告代で企業からお金が入ってる。だから視聴者は無料なわけですよね。だから収益は番組ではないです実際。だからそれこっちが番組だと思っていただければ、はい、面白い番組を作ってちょこちょこ、ね、その間に CM 入りますよね。テレビ局も同じです。 CM でお金が入ってる。視聴者は普通の番組は無料ですから、でこうやって面白いなってずっと見て視聴率があるからそういう広告が入ってお金が儲かるという仕組みです。だから本当にテレビ局だと思ってください。 YouTube の方もね、はい、で、また、しつこいですけども、まあ、28です、テレビ CM ね、こうやってあります。なんか15分おきぐらい CM 流れますよね。だからあの CM をやる代わりに、お役立ちコンテンツとかね、そういうコンテンツも取っていくという流れです。で、今もありましたけども、まあ、CM 動画じゃあどんな感じでやってるのかっていう、この人のパターン、お店の、ね、紹介をしていくわけですよね。実際写真とかもあのホームページとかに、ね、こういうエステサロン行こうと思ったら見るじゃないですか、写真とか。でも圧倒的にこっちの方がやっぱ分かりやすいですね、雰囲気とか、うん、女性とかだったらよく、ね、分かると思いますけど、初めて行くエステサロンとかね、ちょっと汚いから嫌だなとかねあると思いますね。こうやってやっぱ見ると安心できるし、本当に綺麗だなってね、このあとこのスタッフの笑顔とかね、喋り方とかもなんかすごい丁寧じゃないですか。なんかちゃんとしやってくれそうな雰囲気ですよね、これだけで。これだけでも、これ多分なんかちょっと画面揺れてるんで、多分 iPhone でこうやってやってるだけだと思いますが、はい、本当にそれで十分なんですね、はい、最近の iPhone 画質いいんで、全然これぐらいだったら簡単に撮れます、はいはい。まあ、これちょっと長いんで、この辺で終わらします。で例えばですね、あとこんなのもありますね。これはもうただ製図してるやつをずっと撮ってるだけっていう感じなんですけど、はい、でも分かりやすいですよね。はい、ただ分かりやすい、なんかこうね、こういう風にやってもらえるんだっていうイメージですよね、うん、インターネット系ってやっぱりあの実際にこうイメージがなかなかできない、あの表せないんで、どういうイメージしてもらう、どう安心してもらうか、どう信頼してもらうかっていうところがやっぱりネットマーケティングの肝ですから、やっぱり動画でこういう風に、やってるとちょっと丁寧にやってくれるんだなとか、ちゃんと清潔な服を着てやってくれてるんだなとか、この人綺麗だなとか、わかんないですね、そういうありますんで。だからこの方も今となっては結構有名です。これ多分かなり昔の動画です、うん、さっきの動画とか、これもう iPhone レベルですね。でも全然、この人数がすごい数上げてたんで、100とか200とかのが上げてるんで、だからその分、あのアメブロとかの記事と同じです。書けば書くほど検索エンジンいろんなところに引っかかってくるんで、そこからホームページとかに誘導する。この人のホームページすごいダサいんですよ、はっきり言って、はい、めちゃくちゃダサいです。全然綺麗じゃないですけど、全然それでも OK というような。これはもう最近なんですね、もう慣れてきた感じ。この人はエステサロンですから、逆に言うとその自宅でできる簡単ななんとかっていうやつでこう常にこう役に立つコンテンツを配信していると。まあ、露出を増やして、まあ、さらに人の役に立って、でちょこちょこああいうさっき のお店の紹介とかいうのがあって、でこの下に、まあ後でお話しますけども、この下にホームページこちらとか詳細がこう書いてあるんですね。そうするとこの人はどこだっけな、茨城県笠間市って毎回言ってるんですよ。そうすると茨城県笠間市の人はみんなこう来るんですよ、いるので、そういう感じです。ハウスドアって言うんですけど、役に立つやつを配信していくと、まあ、こんな感じでやっていくんですけども、で今回はですね、先ほどの動画ももちろん撮っていってほしいんですけども、ああいうのを定期的に撮っていくのって結構難しいんですよ、ね、じゃあ帰ってやってくださいって言っても、じゃあ明日から毎日動画撮りますって結構難しいと思うんで、今日はですね、一つだけ動画を作ってまずアップしてみて、でちょっと検索エンジン上がるかなみたいな、帰って1個だけやってみてほしいっていうのの作り方をちょっとお話します。
で、これ一応事例というか、事例なんですけど、これはネイルサロンさんです。お作りしたやつですね。で、これとかだったら全然、そんなに難しくないんで、作るのは。これはなぜ写真だけなのかっていうと、まあ、やっぱりそのいきなり動画撮ってくださいって結構やっぱりやってくれないんですよ。やってくれないっていうか難しいですよ。じゃあ撮りますって言って撮ってくれないんで、なかなかね。だから今ある写真、やっぱ エセさん店舗の方ってやっぱ写真あるんですよ。写真だけは撮ってるんで、結構それをもらって、で編集したと。ただそれだけです、はい、それだけでも全然このぐらいできますし、手間も全然かかりません。これで、まあ、信頼感もあったりとか、まあ、出たりとかもするんですけども、まあ、逆にですね、もう一つの理由があって、これを作って YouTube にアップして SEO をかけるますよね。そうすると、また一個その、検索エンジンからの引っかかりが一個作れるんですよ。それが大事で、もちろんこれもちゃんと考えて作ってるんですけども、まあ、作ってアップして、検索エンジンに上がって、まあ、実際こいつ上がってるんですけど、そっから見て、ホームページで、ホームページから電話とか、そういう流れがなるんで、やっぱりその上げるってことがまず大事です。確かに綺麗に作っていたいのは分かるんですけども、まず上げてみて、どういうふうに検索エンジン出てくるのかとか、どういうキーワードで、今この最後ちょっとこうやって一応宣伝してますけども、まあ、先ほども言いましたように、これでなかなか電話する人はいないん でこの下にね、詳細が書いてあるというようなです。企画員さんとかもね、ありますね、チャンネル登録お願いしますとか、詳しくは下からとかやってますので、それと同じです。これはこれはエセサロンですね。これは恵比寿のエセサロンさんです。後でこれもお話しますけども、この方も恵比寿、ここに書いてあるんですけど、円盤浴。恵比寿の円盤浴って検索すると、これも1位に出てきます。検索で。円盤浴でも確か結構上位にしてるので、それだけでもすごいですよね。普通にホームページとか作ったらなかなか1位とか無理なんで、でもその代わり YouTube って本当上がりやすいんですよ。で、特にやりするとか限定したキーワード入れるとすぐに上がるんで、本当に僕も MAX で、法人さんの事例を出した時、そのタイミングやった時に、3日で出ました。3日で1位取ったこともある。ホームページとかってね、多分ありえないじゃないですか。3日で1位とかありえないんで、でも YouTube とかはちゃんと SEO やれば、可能です。で、まず作って写真だけでもこうやってちゃんとスライドビデオ作れるんで、まずそっちの流入を目的に、検索の目的にやってほしいなという部分があります。はい、ちょっとこう途中で終わらせますけども、で、今も結構ありましたけども、まあ、一番大事なのはやっぱりお客様の声ですね。やっぱり Amazon がいきなり めちゃくちゃ売り上げ伸びたのも、Amazon ってレビューあるじゃないですか、下に欲しいとか、あれつけて一気に売り上げ伸びたんですよ。最近のマーケティングの特徴としてはお客様の声です。ランニングページとかね、セールスページとかも最初にお客様の声でわーって最近のよく並んでますよとか、分かとか見てる方分かるかもしれません。まずお客様の声、ボン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 。ライザップの CM とかね、ライザップのホームページとかもお客様の声しかないぐらい動画がね、あります。で、次はまあ、こっちですね。やっぱり店主、オーナーの情熱とか、重いですよね。やっぱり今の時代、多様化してるので、もう何を買うかっていうよりは、誰から買うかっていう部分だと思いますので、そこをしっかりと伝えるにはやっぱ動画最適ですので、で、これはなぜこの流れなのかというと、これが有名なマーケティングの語源とかありますけども、これアリストテレス、人を説得する、なんとかって検索してくれれば出てきますので、今全部メモる必要ないです。アリストテレス、説得で出ます。はい、これだけ、アリストテレス、説得だけ書いておいてくれれば、はい。大体このパターンで、響く文章とか、響く人の人を説得する流れが大体これと。で、これにプラスアルファでお客様の声とか、最近のマーケティングの事例、いい反応があるマーケティングのお客様の声とか情熱っていうのをここに挟んで、この流れで作ったという経緯があります。
で先ほども言いましたけども、やっぱりスマホかデジカメで最初本当十分なので、まず撮ってみてアップしてほしいです。で先ほど最初に上川先生もおっしゃってましたけども、やっぱり帰ってなかなか行動できない方が多いので、まあ、帰ってねとりあえずなんか撮ってみアップしてみるっていう、まずその第一歩を踏み出してほしいなと。結構ねアップロードする役者も分かりませんってよく質問されるんで、そのねいじり方だけでもねぜひやってほしいなと思います。でこれはちょっと覚えておいてほしいんですけど、大体これ横取りです。横取り普通のデジカメとかだったら勝手に横になるんですけど、 iPhone とかで縦で撮っちゃうとこうなっちゃうんですよ、うん、こう横がこうで、あ、そうそうそう、削れちゃうんで、はい、なんかこういう動画ありません？たまに横切れてるみたいな、なんかここだけしかないやつがそうダサくなっちゃうんで横向きです。でこれ一応書いてありますけども、大体横向きってこのかけるサイズになる、横にすれば大体これになります、はい、自然にそれになるんですね、はい、それになります。なんで、まあ、横向きで撮るということを覚えていただければと。さっきもありましたけど、大体編集ソフトですね、 Mac であれば iMovie、Windows であれば Movie Maker、 これ無料なんでこれで十分作れます。最近は iPhone だけでもね、簡単に動画作れるアプリとかもありますので、それ作って、まずアップしてほしいと。で、自分でできないと、で、まあ、ある程度資金というか出してもいいという方がいらっしゃいましたら、クラウドワークスとかランサーズってあるんで、そこに動画を制作を依頼、したりとかね、まあ、でも結局それやるのって素材を用意したりとか、さっきのね流れとか自分でやって頼まなきゃいけないんで、そこまで全部ディレクションできる人は、まあ、1万円とかでできるとは思うんですけども、なかなかちょっと最初から相談して作るとなると、やっぱり大企業レベルとか中小企業レベルの、人に頼むと本当に40万とか30万かかっちゃいますんで、今日聞いてね他にもいっぱい調べて できるのであれば土地もいいと思いますけども、本当に業者頼むと40万とかしちゃいますんで、まずは自分で作ってみたらいいんじゃないかな。で、もう一つですね、CM 動画の例としまして、最近、弊社は結構取り入れてるのが、こういう CM 動画です。この回ご利用こういうインタビュー系ですね。これ、簡単、これなんか、ブログとかに貼ってあったら、なんか、すごいなんか信頼度上がりません。なんか、テレビで。お会いされたんじゃないかみたいな、そういう信頼感出ます。ちゃんとこうロゴ入れてテロップ入れるだけで、まあ、これいろいろノウハウはあるんですけど、この喋り方とかインタビューの仕方とか、それはコンサルの時は全部詳しくお話しするんですけど、まあ、こういうこの角度だけでも分かってくれれば結構かっこよく撮れます。自分でもあとテロップ入れるだけなんで、まあ、かっこいいので、ね、ちょっとまたロゴとか必要ですけど、まあ、簡単に言うと本当斜めにちょっと斜めに角度をやって、で撮ればこんな感じになります、はい、やっぱり皆さん綺麗な、はい、こんな感じですね。で次もう一個だけしてますけども、こういうロゴモーションとかもね僕も弊社作ってるんで結構有名な、これ男性の心理カウンセラーとかですね、個人に個人でやられてるんですけども、やっぱりこういうのあるとなんかちょっと大企業の社長がなんか取られてる感じの雰囲気出るし、すごいねいいです、信頼されるんで、こういうのはすごい、最近もおすすめしてますね、こういうインタビュー動画って。そのさっきの情熱っていう部分も一番伝わりますし、情熱大陸とかねよく見ていれば分かるんですけど、まあ、ああいうノリですよね、どっちかっていうと。真似してるんですけど、はい、やっぱりああいうの出てるとなんか思いも伝わるし、ブランディングになりますね。やっぱりちゃんとしたサービスやってんだなっていう、はい、まあそういう感じです。で最後ちょっと時間ないので、最後にちょっと SEO のことだけお話しします。で SEO 対策する場所は3つです。 YouTube アップロードするとこの画面になるんですけども、こういう画面になります必ず。でこことここのここの部分が3つあるんですよ。ここタイトル、説明文、タグっていうところがあるんですよね。これさっき言った説明はこちらってホームページ の URL とか貼るところも貼る、ここで貼るんですよ。でまあコツは自分の会社とかちゃんと住所とか電話番号も入れて、で最後 URL 全部入れる。
で、なるべくこの SEO 対策ってよく言うと思うんですけど、キーワードですね、キーワード。例えばさっきの方であれば、恵比寿、岩盤浴とかね、そういうのも入れまくる、入れまくる、なるべく入れる、なるべく入れる。これもタグっていうんですけど、これもバストアップ、これバストアップサロンさんなんですけども、バストアップ、バストアップサロン、バストアップエステ、ね、大きくするとかね、いろいろキーワードありますね。これ入れてると、タグは関連されやすい、関連動画が出やすいです。例えば他のバストアップの方法とかね、やってる動画があったとしたら、その横に出やすくなります。タグを、同じタグをしてると。まあ、詳しくね、このメタネームって言うんですけど、この裏の、ね、ソースコードを見ると、そのライバルのね、実際、キーワードとして分かるんですけど、まあ、それは今回お話ちょっとね、マニアックな話になっちゃうんで、できないんですけども、まあ、そういう感じですね。なるべく自分の目指してるキーワードを入れ込むと。ひたすら入れると。で、タグだけは関連なので、同じようなことをやってて、この人の横に表示されたいなっていう人がやっているキーワードを真似すると。と出てきます。はい。こんな感じですね。で、SEO 対策するとこんなことが起こります。さっき言いました。今、事例ですね。さっきのバストアップサロン、3日で1位になりました。これはすごいですよね。やっていく3日です。で、これも2位ですね。またちょっと違うキーワードなんですけども、これで2位取りました。これも同じですね。2位です。これも結構で大きめのキーワードですね。バスタープの新宿。これも、ここ重要なんですけど、この35万って書いてありますね。35万件の中の2位なので、ここかなり重要です。はい。これはさっき言った円盤浴動画。さっきの円盤浴エステサロンさんですね。円盤浴。これ見てほしいんですけど、400万件分の1位ですからね。これすごいことです。これは2、3週間ですよ。ホームページだったらありえないですね。はい。で、これはもう、まあそうだ、ちょっと巻き巻きでいきますね。で、ネイルサロン、これ大阪のネイルサロンさんです。はい。まあ1位。これお料理サロンさんですね。もうどんどん取れます。これちなみに僕、行きつけの美容院さんですけど、はい、はい、ちょっとやってあげた感じですね。はい、そんな感じです。で、まとめますね。最後今ちょっと事例見せたんですけども、ちゃんと SEO やればああいうふうにすぐパッとできます。だからとりあえず、まあ最初話したマックスの頭に入れて、一番いいパターンを頭に入れた上で、今自分ができる範囲があるので、それを一つまず作ると。で、アップしてみると、ちゃんとキーワード入れてね。そうすると、思いのほかいきなり上がったりしますので、それ一回体感してほしいですね。うん、はい、体感していただいて、ちょっとコツをつかんでいただくと。で、あと、いじるっていうのがそもそも結構大事なんで、ネットのものってね。まず操作法っていうのもありますので、まず帰ったときに、撮ってもらって、で、いじってもらって、アップしてもらうと。で、なるべくキーワード入れてくださいということですね。はい。そんな感じで、もう30分経ってしまいましたので、これの辺で YouTube の方は終わりたいと思います。では上川先生の方から、ブログの方を、お話ししていただきます。で、先ほどもですねずっと言ってたんですけども、そもそも、なぜ始めたのかっていうところはね、なかなかこのような親切丁寧にちゃんと、ね、教えてくれて、で本当に結果が出させてるクライアントさんにっていうのがすごい多いっていうコンサルタントの方がなかなかいらっしゃらなかったので、ぜひ東京でやってほしいということで僕もお呼びしてやっているので、これから先ほどもちょっと出ましたけども、アメブロに YouTube 入れるとかね、やっていくと本当に SEO もまたアメブロの SEO も上がるんですよ。だからすごい効果的に YouTube と合わせると、効果的ですので、ぜひしっかりと聞いてね。アメブロだけでも十分修行できるぞ。十分修行できるけど、僕は YouTube もありますよということでやったので、メインはアメブロの方ですから、ぜひちゃんと聞いて学んでいただきたいと思います。はい、では、神川先生、お願いします。はい、皆さん、改めまして、こんにちは。はい、今、商売の扱った神川と申します。私は三重県の津市というところから入られておりま事務所を構えて、まあ、東京はねちょっと仕事関係クライアントさんもいるということで、まあ、東京名古屋大阪じゃなく毎月ずっと行ってるんですけども、まあ、今年、初の東京セミナーということで、まあ、緊張とともに、頑張りたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。で、
まずね、私のことを皆さん多分初めての方ばっかだと思うので、まず簡単な自己紹介をさ、お伝えしたいなと思います。私プライドワンコーポレーションというですね、ネット関係の会社を今、一人代表で立ち上げてさせていただいています。で、もともと出身は福井の勝山というところなんですけども、すごく土田舎で雪が降るところで有名なんですけどね、恐竜博とか恐竜博物館で結構最近ね、天皇陛下さんとか、皇帝さん行って有名になってるんですけどね。あとは、スキージャンプ勝山とかスキーされる方でやれば結構有名かなって感じです。で、実を言うとですね、母校すぐそばなんですよ。大学時代は私、浪人で予備校に行ってまして、でそれからこの今青学ってすぐそこにありますけども、通ってました。ちなみに蓮舫議員さんとは同級生です、民主党の。はい。で、総合を一応4年間、無事に浪人せずに、留年せずに卒業させていただいて、1年間ちょっとこっちで不動産会社とか社会人やったんですけども、いろいろとね、有効施設があってですね、一度ちょっと実家の方に帰って、そこでいろんなことをやりながらで今の流れになってるんで、これは話すとちょっと2時間になっちゃうので、割愛しますけど、今日はそういうセミナーではないので、割愛させていただきたいと思います。はい。で、私結構スーツ着て黙ってると結構怖いとか近寄りがたいって結構女性の方から言われることがね、昔から多々ありまして、最近はだいぶマシになったんですけど、実はでも趣味はね、結構カフェ巡りとかパワースポットとかですね、ちょっと女子っぽい趣味が実は好きで、プロレス観戦ぐらいですかね、ちょっと男っぽいっていうのはね、こんな、どうでもいいんですけど、そんな感じです。で、財の目、継続は力、これがですね、実を言うとキーワードです。なぜかというと、ブログ集客においても継続は力なりっていうのが、非常にポイントになっていくので、これで私、あえて財の目を書かせていただきました。はい。で、私実はもともとパチンコ業界に14年いました。先ほど大島先生は飲食の業界で、ね、彼も店長やったりしてるって話があったと思うんですけど、実は私もパチンコの店長ですね、約8年近くで、あとパチンコの機械をホールさんに販売する営業の仕事も名古屋で4年ぐらいやってたんで、賞味含めて、あと修行もあったので、大体14年近くですね、大体24から38ぐらい、8近くまで、させて、業界一つで、させていただいてました。で、その時にですね、皆さんパチンコ屋って信頼入れ替えのチラシって見たことないですかね。新聞折り込みとか、ありますよね、大橋さんとか多分。で、そういったチラシも実は自分でやってたんです、当時。はい。で、あとメールマガジンですね、そういったメール会員さんを集めてですね、そういった方に今日は出ますよとか、今日こういうイベントありますよっていうメールマガジンの原稿を考えたのも私でした、当時に。あとイベントをいろいろ考えたりとか、イベントのキャッチコピー考えたり、いろんな釘調整で、釘でこう出玉調整する仕事があったり、店長の仕事ってすごく大変で、いろいろやらなくちゃいけないんですよ。社長からもガンガン言われる、お客さんからもクレーム言われる、文句ばっかり言われる、従業員も悩みとか相談されるということで、本当、てんてこまいな毎日を送ってましたけども、で、今振り返るとですね、そのパチンコ店長時代のそういったマーケティングを実際、僕、ど素人で、もう独学で実践でやってたんですよ。もう見よう見まねない知恵を絞ってですね、それが今めちゃめちゃ生きてます。皆さんのブログの集客のアドバイスをする上において、だからここが非常にベースになって、大島先生もね、飲食店さっきお話ありましたけども、私も実はここがベースになってます。だから今の、ブログコンサルっていう仕事にすごく役立っています。はい、っていう感じです。で、現在は大体私もサロンさんが大体今までも今も多いんですけども、大体こんな感じでいろんな業種をやってます。あとセミナー講師の女性の方とかも事例また出しますけども、いろんな業種の方をさせていただいてますし、過去にもいろいろさせてもらいました。はい、こんな感じです。はい。で、あとAmazon の Kindle って電子書籍があるんですけども、それ多分これ 2,3 年前かな、確かちょっと今日は覚えてないです。3年ぐらい前、2、3年前だと思うんですけど、一応電子書籍を出版してですね、もうほんの一瞬だったんですけど、もう2日か3日間だけ一瞬で3分野で1位取りました。はい。別にどうでもいいんですけどね。はい。で、過去のセミナーっていうのはもう実を言うとこう3年以上前から私セミナーをいろんなところでやってるんですけども、大体去年も一昨年も年間20回以上っていう感じでこうやってさせていただいています。大体東京、名古屋、大阪、岡山、あと三重でもね、過去にちょっと2、3回やったことあります。
であと京都でも1回やりましたかね、多分、はい、っていう感じで、やっています。で今年はもう今日が初めてですね。でさらにですね、昨年9月なんですけども、これ大島先生ともそうだったんですけども、あのちょっとある方とコラボして、大島先生と私とその方と女性の方3人でコラボして、あの東京のベイコートっていうかね、 あっちの方にあるの、一番上のスイートルームを借り切ってですね、あのシークレットセミナーっていうのを昨年こういう感じであのさせてもらいました。大島先生ちょっとここに映ってますよね、はい、という感じで、これあの終わった後の懇親会ですね、スイートルームでみんなでちょっとね、あの楽しくやって、でセミナーさんこんな感じですね、はい、スイートルームでやったって感じです。すごく安藤さんが受けてるんですね、はい、はい、ありがとうございます。今日は本当にね、あの最後までお付き合いして、くださりたいと思っております。はい、皆さんのご縁参加です、感謝します。はい、で最初に断ります。本当内容がてんこ盛りすぎて、もうこれ全部伝えようとは本当2日3日やらないといけないぐらい本当ノウハウってもうすごいあるんですよ。ですけどそのギュッと凝縮してですね、そのポイントをですね、今日ちょっと2時間近くわたって喋っていきたいので、ちょっと早口になることが結構あるかもわからない、あの、ま、巻き巻きになるかもわからないですけども、ちょっとご了承ください。はい、こんな感じです。 1.5 倍速で話すことがあります。であと結構ズバズバとね、本質論を言うので、もしかしたらあの女性の方ちょっと気分が悪くなる可能性もあるので、ちょっと覚悟して聞いてくださいありがとうございます。はい、で今日のセミナーでは皆さん思考と行動パターンをちょっと変えていただきます。思考ですね、はい、よく思考を変えようっていう話があって、ね、潜在意識とかよく言いますよね、マインドとか。でこうやってやっぱりあの我々も、私も今48歳になったばっかなんですけども、やっぱ人間長く生きるとですね、どうしても習慣っていうのがあるので、いい意味でも悪い意味でもやっぱりこうマイナス発想がやっぱり抜けきれないんですよね。だからその習慣からどうしてもこう一歩踏み出せない、変えれないっていうのがあるので、そのマイナス思考をちょっと皆さんね、今日あの変えていただきたいなというのが、これ別に皆さん仮面ライダーになるっていうわけじゃなくて、思考をちょっと変身していただくっていうことで、ちょっとギャグでちょっと作りました。はい、ありがとうございます。受けていただいて、思考ですよね、思考回路を変えていただくってことです、はい、で最終目標は今日はこれですね。皆さんアメブロを使って最短で新客を獲得できるようになってもらうってことです。ちなみにあのアメブロ今やってるっていう人どれくらいいます？あ、大橋さんだけ。あ、じゃあこちら3人はまだこれからということで、あ、ありがとうございます、はい、大橋さんちなみにどれくらいされてますか、アメブロは？2ヶ月ぐらい。あ、じゃあ初めて間もないってことですね。そうです。あ、ありがとうございます。はい、まずですね、そのアメブロのその本題に行く前に、皆さんちょっと軽くウォーミングアップをしていただきます。私のセミナーというのは、私が一方的に喋って皆さんが聞いてふって眠くなるようなセミナーでございません。いろんなワークもあったり視野もあったりするので、時間があっという間に過ぎます。はい、ここで、ちょっとワークをしたいと思います。いきなりちょっとアイスブレイク。皆さん漢字って皆さん得意でした？学生時代漢字が私は僕は得意だったでしょ。誰もいない、さすがですね。はい、私は僕は漢字は苦手だったんですよ。はい、どっちも手を挙げない方はどっちなんですかね。はい、はい、まあ我々分かりました、ありがとうございます。まあ大体漢字って苦手っていうやつですね、大体普通は7割8割は、うん、でじゃあですね、多分皆さん学校の先生にこういうふうに教われませんか、当時なんかこういうマス目のノートがあって、ひたすらそれをこうなぞって書く練習っていうのは多分皆さんやったはずなんですね。で例えば田んぼの田とか数字の2とか1なんていうのは誰でも書けるじゃないですか、別に。ですけどちょっとこういう難しい字ですね、曜日の曜とか、あと憂鬱の憂とかね、言うんだったらちょっと皆さんえってなりません、ね、で今スマホとか便利だから、こうやってすぐ検索してこうやって喧嘩でやるじゃないですか、どんどん覚えなくなるんですよね。ということは皆さん覚えてないということは、それ果たして正しい勉強の仕方をしたんですかって話なんですよ。宗像さんいかがですか？そうですね、ね、もしかしたら先生に間違った勉強の方法を皆さん教えられている可能性もあるということなんですね。はい、で例えばですけど、皆さんバラって漢字、これひらがなカタカナで書いてあるんですけど、バラってこれ漢字で覚えてください。バラ書けますか？書けないですよね。安藤さん、バラはもらったことの男性がありますか？あ、素晴らしいですね、ありがとうございます。あの女性の方はまあね、バラって言ったらなんかこうもらうっていうイメージがあると思うんですよね。男性だったらバラって言ったらこう例えば女性の方で送るっていうイメージもしかしたらあるかもわからないですけども、漢字で書けって言ったら難しいですよね、皆さんね、書けませんよね。ですけどこれ正しいコツさえ見抜ければ皆さん本当に今から1分以内で誰でも書けます。じゃあちょっとやってみますね。ちょっとこれずらしますね、こっちね、こっちに書きますね、見えますかね、大丈夫ですかね。はい、あと寒かったら暑かったら言ってくださいね。はい、バラのバーとラーですけど、皆さん草かくめりっていうのは何となくイメージがわかります？
なんとなくでいいです。これは大体分かるはずなんです。問題はこの中身が皆さん多分難しいとか分かんないって思うはずなんですね。じゃあ行きますよ、簡単に。バラのバ、ね、皆さん花壇があります。花壇ありますね。花壇の中に土植えますよね。それって人の手によって作られ、もたらせますよね。これでバです。はい、次ラです。ラはこの花壇の中に水やりますよね。水やって育てるじゃないですか、花を。水やって微調整するんですよ。これでバラです、皆さん。大丈夫ですか、検討されてますけど。で、何がポイントかというとですね、皆さん、こいつとこいつとこの一本線が入ってるからなんとなく難しいように見えるだけなんですよ。もう一回書きますね。これすいません、僕ちなみにこれやるために昨日徹夜でこれ100回書く練習してたわけじゃないんで答えてください。はい、はい、ここ笑うとこですね。はい、ありがとうございます。はい、バラの場もう一回いきますね。はい、まず草冠を皆さんイメージしてください。で、そして花を、綺麗な花を咲かせるためにはまず花壇がありますね。花壇を用意しますね。その中に土を入れますよね。それは皆さんの人の手によって作られますよね。で、その中に水をやります。水をやって綺麗な花を、バラを育て上げるので、これを水をやりながら微調整するということであります。ポイントは何度も言うように、この人が2つとこの1文字が入っているだけで難しく感じるだけです。じゃあですね、皆さん今のポイントを思い出して、ちょっと空いてる紙にバラって書いてみてください。はい、書いてみてください。30秒お時間与えます。多分書けるはずなんですよね、おそらくこれでパーツで覚えるというのは大事です。もう書けました。小林さん書けました。書けました。すごいですね。はい、スバルマさんは書けました。アンジュさん、はい、長田さんいかがですか。書けました。書けました、はい、素晴らしいです、皆さん。拍手。これ僕が言ったら嘘じゃなかったでしょ。本当に皆さん30秒で書けたでしょ、ね、これ男性の方飲みに行ったら女性にモテると思うんですよ。って書けるんだ。うわ、長田さん素敵、大橋さん素敵ってなるんで、もし興味あれば試してみてください。はい、という感じです。じゃあですね、ちょっと答え合わせしてみましょうか、皆さんね。今ちょっとコツを皆さん、私が皆さんに書くコツを教えました。で、これ今やったので正解、すみません、このホストじゃなくてこれですね、合ってますか、皆さん。ちょっと照らし合わせてください。はい、皆さんね、じゃあちょっとね、軽くウォーミングアップしたんで、要は何が言いたかというとですね、これなんですよ。さっき言ったように、もしかしたら皆さんが間違ったやり方を世の中で教えられてる可能性があるっていうことですね。これは YouTube 集客、大島先生がさっき言った YouTube 集客で、今私が喋るアメブロ集客、何でもそうです。もしかしたら皆さんやり方を間違ったやり方を教えられたりとか、やってる人だったら間違った方をやってる可能性がある。そうすると出口が見えなくなるので、ちゃんと正しいやり方をやりましょうということです。はい、ということで、この方程式、これメモってください、覚えてください。成果を出すためには努力かけるセンスです。当然ですよ、皆さん努力しないと結果出ませんよね、もちろんね、何でもスポーツでも。ただ努力にかけるセンスをやらないと成果は出ません。じゃあ皆さん、この成果というのは何かというとですね、正しいやり方ですね、今言ったように。でないと努力をいくらしても間違ったやり方をかければ皆さん成果は出ませんよね。だから成果イコール努力かけるセンスと覚えてください。これすごく重要です、うん、本日は。はい、ありがとうございます。じゃあ軽くウォーミングアップしたところで、ちょっとですね、まだちょっとまだ来てない人種類いるんですけど、隣同士、宗像さんと、妻沼さん、これから安藤さんと大橋さんで、もう時間がないんで、ちょっと15秒か20秒で名前とよろしくっていうだけ挨拶してください。はい、お願いします。大橋です、よろしくお願いします。安藤ひとみと申します、よろしくお願いします。妻沼さん、妻、大橋和也です、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、もう時間がないんでね、後でもし休憩時間とかね、もし交流があれば、患者さんお話ししてください。じゃあですね、いよいよですね、これから本題に入っていきたいなと思っております。その前に、まず皆さんに質問します。はい。これは家帰ってからで結構です。皆さんはブログを使ってどうしたいか、ブログを使ってどうなっていきたいかっていうのを、家帰ってからでメモに書いてください。
はい、これ書くことが大事です。家帰ってからで結構、今日は時間がないからやりません。はい、でまず前半部分はちょっと思考の話をしていきたいと思います。これね、私今までやってなかったんです、実は。だけど、もうやっぱりやんなくちゃダメだなっていうのは、やっぱ感じたんですよ。いろんなコンサル生とか、クライアントさんとかやっぱ教えててですね。なので、もう最近はこれをやっぱ言うようになりました。本当は僕はあんまり好きじゃないです、これマインドの話、正直。ですけど、やります、今日は。あえてまた。はい。やっぱりテクニックとかノウハウってかいつまんでやってもうまくいかないですよ。やっぱ心とか考え方をちゃんと持ってやらないと、ね。ここなんですよ、しっかりやっぱマインドってあんま僕は好きじゃないです、正直。だけどもう言わざるを得ないからこう今こう出してるんですけどね。だからブログで集客したいって言われるにはブログ自体続かない人多いんです、正直。例えば本当にこういう相談者結構今までも多いんですけども、ブログで私やりたいんです、いやでも上川さん私記事書けないんです、めんどくさいんです、忙しくて時間ないんです、でもブログで集客は無理です、はい、一言、はい。でやっても結果本当に出るんですか、そういう、心だと無理です。やっぱ出るものも出なくなります。はい。当たり前です。だから、こんな考えでまず結果出ないっていうことですね、単純に。これですね、皆さん、こういう状態です。わかりますよね。アクセルとブレーキ両方踏んでる状態がさっきの方々です。前に進まないですよね。一生懸命前に進もうとしてブレーキも一緒に踏んでやってるんで。これがいわゆる潜在意識の話とよくね、例えられますけど、こういうことです、皆さん、中身は。はい。当然、前に進まないです。だから、やると決めたら決めてほしいんです。ブログで私やる。ね。で、決めてください。で、あとブログで集客したいば、これもう必須です。記事は書けないの話になりませんよ。ですから、記事を書くことは仕事と割り切ってください。仕事と割り切るんです。仕事って割り切れたら人間の仕事できるんです。はい。皆さんだって多分そうなはずです。仕事だったら最初は先輩に怒られながら、わけわかんないうちにやったけど、結局もう何年もやってるってことは覚えられたわけですよ。これはなぜかというと仕事と思ってるからです。だからブログも一緒です。意識を変えてください。はい。で、あとですね、うまくいかない人、大体これ言います。皆さんの周りにいませんか？私、お金と時間がないです。忙しいんです。ね。準備、あと、開業前の人もよくこれ言います。準備ができなかったら、整ってからやります。そういう人は一生できないです、多分、言っちゃ悪いですけど。うん。本当に、ズバズバ僕言うタイプなんですけども、まずこういう人は結果出ません。はい。です。準備は整わないとできないっていうのは、もう一生できません、正直僕から言わせると。なので、握り発車でもいいんです。ただとにかく走ることっていうか一歩踏み出すことってさっき大島先生の話もありましたけど、で車輪ながら走りながら修正していくことがポイントです。分かりやすく言うと、とりあえずテストも受けてみるんです。例えば話勉強だったら受けてみて間違ったところは後で過去問でちょっと復習したりとか辞典引いていたりっていう学習方法が多分ねほぼあるんですよ、体に。はい、っていうイメージです。で、あとですね、さっき言ったこれ女性の方に多いんですけども、お金と時間がないっていう人に限ってこれやってるんですよ。赤字の部分、宗像さんが笑ってるってことは心当たりがあるんですよね、多分ね。周りで飲み会ばっか、女子会ばっか、 Facebook で女子集まって楽しそうにイエーってやったりとか、あとね旅行行っちゃうんですよ、それで小遣いとかできちゃうと、うん、それとかこれも多いです、女性の方、必要のない資格ばっかを取る資格マニアね、仕事と関係ない習い事ばっかをやってる。これ皆さんやってるとね、時間とかでいくらあっても足らなくなりますよ。これ男性にも言えることですけど、ノウハウコレクターも一緒です。だからこれやってるとね、時間とお金ばっか使って結果は絶対出ないです、はっきり言うて。大島先生言ってましたでしょ、僕も200万過去に使ってってね、一緒です。だから、はい、だから優先順位を決めて、これが何もやっちゃダメっていうわけじゃなくて、優先順位を決めて無駄なことはやらないでくださいってことですよ。はい、まずここの整理をしないと無理です、何をやるにしても整理を出すためには。だから時間をうまく活用することが大事です。人間は唯一平等に全世界、いろんな方がいますけども、1日24時間、1年365日っていうのは唯一人類に与えられた平等な権利です。だからそこで使い方によってやっぱり成果が出るっていうのは変わってくるってことですね。はい。で逆に言うと、うまくいく人はこの逆だってことですよ。じゃあお金ないんだったらどうやって作ろうかなとかね、時間がないからじゃあどう合間を作ろうやろうかなとか、どうやったらできるかを常に考える方です。これ男性でも女性でも。こういう人は今うまくいってなくても、まず大体うまくいくようになります。ブログにしても何でも。はい。で、例えば皆さん、ホリエモンさんご存知ですよね。有名なホリエモンさん。多分知らないという人は多分この中で一人もいないと思うんですけども。彼は、もともと頭がいいとか、今ちょっと除外して考えてください。半年間勉強しただけで、現役で東大受かった話は結構有名ですよね。テレビとかマスコミでも。じゃあ、何してたかって話ですよ。皆さん、1日10時間以上彼は寝てたらしいです、当時。安藤さん、信じられますか？ 1 日10時間以上ですよ。
で逆に10時間以上寝てたらもう僕なんか頭ボーッとして何もできないんですよね、うん、できるだけど毎日こんだけ彼らが寝たにもかかわらず東大良かったんです、うん、じゃその裏側知りたいじゃないですか。じゃあ何をやってたかというとこれなんです。その半年間テレビも一切見なかった、恋愛もしたいじゃないですか、18とか17とかね、恋愛もしなかった、ゲームもしなかった、漫画も読まなかった、友達と遊びもよかなかった、運動すら一切しなかった。要は勉強することに集中したってことなんです。わかりますよね、言ってる。はい、で、これなんです、うずら裏は。10時間以上確かに寝てたんだけど、14時間毎日勉強したんです、彼は。そりゃ、お金は出た話だよね。頭はそんな良くないやつでも、そこそこ、これぐらい14時間したら、まあ、東大は無理かも分かんない。そこそこの大学とか、ある程度の大学は受かるだろうって話ですよね。だから、これなんですよ、皆さん、大事なのは。集中です。捨て去ることです、結果を出すためには。何かを獲得しようと思ったら、何かやっぱ捨てるっていう覚悟でやっぱやらないといけないってことですね。これが堀江門さん家です。だからこれです。集中とは捨てることって思ってます、僕は。集中したいもの以外の全てをさっきの堀江門さんの東大の話じゃないですけども、捨てることで成果が上がるんです。だから逆にブログでも何でもうまくいってる人の共通点はまさにここなんですね。中途半端な人と LINE アットやった方がいいんですか、 Facebook やった方がいいんですか、何々やったら Twitter もやった方がいいんですかって言って、いろいろメディアがどれがいいとか聞いてきます、いちいち。ですけど全部やろうと思って結構大変です、一人で。なのでやっぱり優先順位を決めてください。はい、もう結果出してるとか余裕がある人はやっていいです、全然。ですけど結果が出てない人はまず一つに絞りましょうということですね。はい、だからこれですね、うまくいく人は決断と行動が早いです。はい、でさっきの捨てられないように母っていうのは結構これは女性の方に多いパターンです。今日女性の方見てるんでね、ちょっとあんまり言いづらいですけども、はい、これがだいたい僕が今までクライアントさんとかいろんな、例えばセラピストさん、サロンさん、カウンセラーの方、いろんな今もやってるし過去もやってきましたけど、もうほとんどこれやってるんですよ、うん、安藤さんうなずいてることは周りで多分そういう方いらっしゃるんだと思うんですよね。惰性の知人付き合いで Facebook のそういうイベントついつい参加しちゃう、断れないとかね、断ってもいいですよ全然、うん、行かなくちゃいけないと思ったら本人だけなんですね。その主催者の周りはそんなこと何も思ってないです。はい、それからこれ同業者集まるのはいいんですけども、特にコーチングの方にこういう方が多いです。セラピスト同じ同業者ばっか集まってるから、その枠から抜けられないんですよね。でお互い同業者で傷を舐め合い打ちして頑張ろうってやってて、全然ビジネスが成り立たないとか結構多いんですけども、これもやっぱ抜け出す勇気が大事です。はい、それから資格マニア、これは必要な資格は取ってもらって全然いいですけども、本当にその資格は取る必要があるんですかっていうのを一回考えて取っていただいた方がいいと思います。はい、ちなみに例えばサロンさんとかでもそうですけど、カウンセラーでも資格があるからお客さんが来るわけじゃないんです。わかりますよね。お客さんって皆さんが持ってる資格とかあんま見てないです、うん、ではなくてそのサロンとかに行ったら私はどうなれるのかが知りたいんです、うん、それが目的なんです。カウンセラーだったら私のこの問題どう解決してほしいのか、来てくれるとかであれば、資格を見せるんだったら実績を見せた方がいいです。例えば こんだけ何百人の相談に乗ったとかね、そっちの方を見せた方がまだ響きます、お客さんにとってっていうことです。であとこれも後で言います、ブログの人もこの人も来てほしいってターゲットが絞れない人は結構います。いや上川さんそうやって言うんだけど、いやそれやっちゃうと他の人が来てくれなくなるって結構心配事を言う方は結構いますけど、逆です、絞った方がお客さんは集まります。はい、ということです。でこれももう活躍しますよね。もうとにかくもう捨てられる、こんなことでやることが多すぎて絞れないということですね。はい、行動もなくです。はい、でさっきも言ったようにこんなを全部やったら時間もお金もいくらっても足らないんで、優先順位をちゃんと決めて低いものはオフ会とかそれは切っていきましょうということですね。はい、だから集中しましょうということです。はい、この辺もパッパッと皆さんこれですね。皆さんの頭はこんな感じなんですよ大体、うん、だからちゃんと整理整頭しましょうねということです。行動も頭の中もということです。そうすると分かりやすいじゃないですか。どこに何があるか分かるし、鍵もどこに戻せばいいかっていうのは分かりやすいんですよね。はい、堂々巡りするんですよね、ちゃんと整理できてない頭の中を。でそれから皆さんブログで集客したいとかって言われるにはこれなんですよ、うん、もう3ヶ月すら続かない、これダメですよ本当、うん、僕のクライアントさんは1ヶ月で結果でしたら、そういう後で事例いくつか出しますけど、基本3ヶ月続かないと無理です、はい、更新すらできないっていうのはね。であとは反応がないからといってすぐ諦めます、大体ね。これやって上川さん本当に効果があるんでしょうかね。やっぱりそこはねちゃんと真剣にやってほしいんですね。であとブログって実は速攻性はないです。
やっぱチラシとかね、あの広告媒体で比べたら、お金は確かにこれは無料でできますけども、即効性はないんで、そのじゃあ私だって1週間で結果出ますって言われても困ります、僕は。あ、それ無理ですってはっきり言います。はい、あとはさっき言ったように、この辺はもう活躍したマインド、あと手を動かさないね、ブログやりたいんですって言ったら全然もう手をやろうとしない、記事を書こうとしない、その割には Facebook で上げてたりとか、いいえってやったりオフ会出てるとかね、大体。はい、その時間をもっとちゃんとブログに当てましょうっていうことです。はい、で、あとですね、お金をなるべくかけたい、かけたくなく集客したいって絶対言うんですよ、みんな。10人中10人だって。ですけど、これなんですよ、結局。YouTube もブログもそう。結局、やらないんです。はい。めんどくさいからやらない。っていう方が非常に多いです。で、あとですね、ブログにおいて結果が出る沸点って人それぞれ違うんです。ちょっとですね、書きますね、それ分かりやすく説明するために。皆さん、ブログっていうと、こうやってこうやって、例えば、皆さんが仮にね、ブログをこう日々一生懸命更新するとするじゃないですか。こうなると思ってるんですよ。これブログの記事数ですね。これ毎日更新、コツコツした。これが結果です。反応ですね。お客さんの問い合わせ来るとか、取れるとかね、注文があるとかね、いう結果なんですけど、皆さん、こう思ってるから途中で嫌になるんですよ。言ってる意味わかりますかね。要は、やった作業量だけ比例して反応が来ると思ってるんです。違います。それ間違いです。正解を言うと、正解が正確に言うとこうです。最初やってもらってもなかなか結果出ません、一生懸命。ところが突然ある日ボンとくるんです。これを覚えてください。で、またしばらくとこう一生懸命こうやって、でまたバーンってくるんですよ。これの繰り返しですよ。だから大体皆さんここで諦めちゃうんですよ、この沸点出る前。それがこの話です。で、この沸点がさっき言ったように1ヶ月出る人よりは3ヶ月とか半年とか一緒によってバラバラです。だからもちろんそのライバルの動向とか業界とかいろいろあるんで、あとその人がちゃんとやるかどうかにも変わるので、だからこれを皆さん覚えて、このイメージを覚えてください。このグラフね、整形しないです。やってもやっても結果最初なかなか出ないけど、突然ボーンと出ます。はい、その事例も後でお話します。はい、なんとなくイメージつかめました、今のね。はい、なのでだから諦めるとすぐみんなすぐ結果出ないって、はい、ということです。大丈夫かな。はい、こんな感じですね。すいません。だからこれです。結果が出る前に、沸点が出る前にほとんどが諦める方はほとんどだということですね。はい、で、あとですね、ここから、ブログで多分この人今初心者でも結果が出るかな、出るだろうなって僕が大体予測する人はこれをひたすらやっぱやってます。継続改善リサーチですね。これ成功して続けてる企業も一緒ですね。はい、これ私も僕も言えることで、セミナーもやり方って3年前からだいぶいろいろ変えてます。いろんなことやってきてます、検証して。なので、このやっぱ検証する、で継続する、で改善していく、でリサーチしていくっていうのは、これはもうどの企業でも一緒だと思います。はい、で、あとですね、やっぱりクライアントさんでもこの人結果出るなっていう人はもう大体結構質問と報告よくしてきます。上川さんブログの読者増えましたとか、そういう細かいことでもいちいち報告しています。僕結構大変なんですけどね、寝てる間とかも結構朝とかも今日もそうで来るんですけど、でも逆にそれした方がする人ほど結果出てます、実際。はい、あと質問をよくしてきます。はい、で、町の姿勢じゃダメです、やっぱり。自らやっぱ積極的に聞きに動くっていうのは大事です。じゃあ、コンサル、例えば僕のクライアントさん受けてる方が、じゃあ、コンサル申し込んでやったからといって、じゃあ、僕が全部やってくれるって感じがするのは、ごく稀にいらっしゃいます。そうじゃないです。皆さんの、やっぱり間違ったとこ指摘したから、皆さんが最短距離で導くようにするのが僕のコンサルです。だって、そこの勘違いをされる方、たまにいらっしゃいますけど、はい。だから、自らやっぱ積極的に動いていくってことは大事です。はい。で、逆にこれからも出ないなっていう人はもうこれです。言っちゃ悪いですけど、ちょっとやっぱこういう方が何人かいました、過去にも。とにかく我が強い。いや、じゃあなんで私のとこ僕の相談来たんですかって。我が強い、自分の意見通すんだったら僕必要ないですよねってなりますよね。で、うまくいかない、結果出ないから相談来たんじゃないですかって、まずそこですよ。だったらまずはやってみて、素直にやってみて、それから結果出なかったら文句言えばいいじゃんっていうのが僕のスタンスです。はい、で、とにかく言い訳して手を動かさ、忙しいとかね、やる時間がないとか、とにかく言います。やってる人はやっぱ合間をうまく使ってます。例えばその移動中にうまくスマホでメモったりとか、リサーチしたりって、この時間の使い方がもうね、すごくやっぱ違いますよね。はい、それからこれも多いです。本当に結果出るんですか、本当にやって大丈夫なんですか、不安を思う理由はすごくわかりますけど、やっぱり決めたらやるっていう感じでね、結果を出すんだってプラスに考えていただきたいですよね。それからね、これ女性の方が多いです。うまくいってる方の華やかな面だけを見て真似しようとする人。例えばですけど、分かりやすく言ったら、例
えばコーチングですごい売れてる華やかな女性がいるとしますね。でその方の例えばセミナーとか講演会とか聞きに行きます。でやっぱり盛り上がってるわけです。すごいトークもうまいし会場もすごくわーってなってるし、いやあの先生のなんか講座やったら私もああいう風になれるんだなって思っちゃうんですけども、その先生はちゃんと努力してますよ過去に、うん、いきなし出たわけじゃないですよ。僕よく言います、いきなし売れた新人はいないと。あの歌手でも芸能界でもスポーツでもいきなし売れた新人はいないです。みんな下積みがあるのをただ出さないだけなんです、はい、芸人でもそうでしょ。なんか、パッと出ていきなし M1 取ったっつってもよく見ると10年以上やってたとかね、コンビ組んで、ね、あの綾小路君丸さんなんかねもう何十年下積みついてやっと60超えてブレイクしたでしょ。だからいきなり出てくる新人はいないです。だからその先生も多分すごい色々と努力したことやってるはずです。はい、だからその人の表面だけバレてもうまくいかないです、残念ながら。はい、ということです。なぜかというと今言ったようにバックグラウンド背景が違うからです。はい、だからまずはもう手を動かしましょう。とにかく、はい、階段は一気に駆け上がれません。はい、だけどちゃんとやっていくうちに気がつけば皆さん頂上に近くにいるよということですね。はい、で次は有料媒体無料媒体のちょっと違いについて簡単に説明します。有料媒体は皆さんもご存知ですよね。お金がかかるということで単純に、まあ、あの時には速攻性があって結果が出るのが早いという場合もありますけど、やっぱり結構あの費用対効果が悪かったりとかね、最近だとあと何万とか何十万かかっちゃったりとかしますよね。でそれで結果出ればいいんですけども、やはりそこのリスクは大きいですよね、有料媒体は。はい、で逆に無料媒体というのは当然宣伝にゼロにできますよね。ブログにしても、さっきの YouTube にしても Twitter でも Facebook もただ手間暇かかりますよね、やっぱり。だから有料と無料というのはそういうものだと思ってください。有料はお金がかかる、無料はお金がかからないけど手間はかけなくちゃダメだよということです。そこをやっぱりまだあの理解されてないのも結構多いです。はい、で例えば有料媒体だと皆さんホームページも大体相場的には大体最低30万円とします。どこだろうでも今だと月額制とかね、あのなんか5000円からで、ね、縛りがあったりしますけど、大体相場的には30万から40万借ります。普通に皆さんがそこそこいいやつ頼めば。はい、でチラシなんかも私もパチンコ店でやったら分かるんですけども、まあ、これもちろん部数とかデザイン量によってもちろん変わるので一概に言えなくて、やっぱ10万20万かかるんですよ普通に。やっぱり1万部とか前ちゃんとね。でホットペッパーとかもサロンさんとかね、あの美容さんとかされてる方いるんですけど、やっぱりこれもね月額何万円からとかね、あとこうトップページ出すための別に料金いるとか、結構やっぱお金かかるんですね。はい、であと例えば我々もそのようなコンサルになんかこう依頼するとか、そういった方に頼む、やっぱり東京の相場を調べるとやっぱ大体最低30万以上は相場かなって感じがします。はい、でこれあの某有料媒体ちょっとあの引っ張ってきたんですけど、まあこれ見て分かるように半年だけでもこれ60万近くかかっちゃうんですね。であと下の安いやつでも、半年で24万かぐらい、まあ、これはあのホットペッパーですよ、要は簡単に言うと。はい、でもちろんいろんなプランがありますけども、結局やっぱこれぐらいかかっちゃうんだよってことですね。はい、であと無料媒体はもう皆さんの、まあ、ブログサービスだったり、さっき大島先生の YouTube だったり、あと Facebook、Twitter など SNS、 これはもう一切お金かかりませんよねっていう感じです。はい、だからもし皆さんが宣伝費をかけたくないとかね、なるべく集客しようってあるんであれば、やっぱ手間暇かけないとダメってことなんです。はい、ここがもう分かっているようで皆さんやろうとしないですね、大体の方。はい、めんどくさいってなっちゃうので。だから、あとですね、この発想を皆さん持ってください。何でも無料でやろうとする人はもう大体うまくいってません。あのなるべくホームページもお金かけたくないから FC2 の使って最初はいいと思うんですけども、やっぱりある程度やったらちゃんときちんとね、デザインだけお金かけてやるとかいうことをどんどんこの有効投資していってくださいということです。あのそういうさっき言ったオフ会とかね、女子会とか旅行にお金使うんじゃなくて、こういったことでもっとちゃんとね、あのうまくいってどん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 投資していってくださいねということですね。はい、例えば有効な投資は私の僕の定義はこんな感じですね。皆さんがもしこれからやる集客のための勉強ですね、こういった今日みたいなセミナーとか教材とかもいっぱいネットでも本でも売ってます。はい、それからデザイン代ですよね。例えば皆さんのツール、名刺であったり、あるいはそのホームページであったり、何でもいいチラシでもそうですけども、そういったデザイン代とか、あとはそういったコンサルタント、その専門家ですね。私、当社だったらやっぱちゃんと税理士を顧問契約に雇っています。そういった専門家にちゃんとお金払って、その場でちゃんと任せるとかね、そういったことをやれば早くなるっていうことですね。それから、ビジネスタイムの制定、さっき言ったいろんな、広告媒体あるとかね、そういったことなんですね。はい、という感じですね。はい、ですでに何かしらやっぱ結果出してる人は強制はこれなんです。やっぱ投資してます、皆さん口で言わないだけで。あのブログだけでやってても、やっぱりそういうブログの専門家で学んだりとか、教材にちゃんとお金使って勉強したりとか、やっぱやってます。
何でもかんでもネット上の情報だけで済まそうとかいう人はうまくいかないです。基本ネットに落ちてる情報なんて大したことないです、正直、うん、なぜかみんなが見れるし、みんなが分かるからですね、はい、やっぱ生きた情報っていうのはこういうとこ来ないとやっぱ分からないです、はい、正直言って。だから投資しましょうねってことを言う方だね、はい、だから思考を変えてください皆さん、はい、投資はしていってください。いい投資はですよ、もちろん悪い投資はしなくていい。さっき言った無駄な資格を取るとかオフ会とかね、そういったことで、アメリカの集客のポイントはこれ3つ、これを覚えてください。まずはターゲット選定です。皆さんちゃんとターゲットは定まってますか、今からやる人もこれからやる人もっていうことです。それからアメブロイドの見込み客の集め方、これは後で説明します。読者登録機能があるのでそれで集めていければます。それから大島先生が大事で言った検索エンジン対策で SEO、 要は Yahoo さん Google さんにいかに好かれるかの対策ですよね、はい、要はこれはキーワードの部分になります。タイトルであったりとか、その辺ですよね、はい、この3つをちゃんと押さえてやらないといけないということですね、はい。逆に言うとこれをちゃんと理解して押さえることで誰でもアメブロで集客ができるようになります。あの初心者とか関係ないですからね、皆さん、あのよくブログ、私のことにもこう7年やってるとか、3年以上やってるとかっていう人が結構来ますけど、初心者ほど意外と結果出たりします。なぜかというと、変な雑念がないからです。やればいいんですねって言って、やるからです、素直に、はい、で逆に、変に長くやってる人ほど、我流でやっぱりやっちゃってるので、なかなかさっきの我が強さが出てですね、なかなか素直さがなかったりとか、変な癖がついちゃってるんで、うまくいかなかったりします。はい、だから集客のポイントはちょっと後ほどそれは後悔します。だから今日見てもらったら皆さんね、もうやってない方とかね、やっても2ヶ月という方がいらっしゃったんで、意外と皆さん結果出やすいかなっていう感じはします。 僕からすると、はい、なぜかというと余計な知識とかないからですね、逆に、はい。ここでちょっと皆さん少し頭立ちます。ちょっと時間がもうしてるんで、もうパッパっていきます。皆さんがじゃあここ渋谷です。渋谷で美容院をオープンしたとします、皆さんが、はい、でその新規開拓をしたいわけなので、チラシをちょっと最初オープン前に巻こうかなと思いました。で、このチラシをですね、このチラシですと思ってください。皆さんが美容師のオーナーと考えてください。この渋谷周辺でやってると、で、何回かこの周辺に巻きました、チラシを皆さんが。で、1回目はチラシの反応が全くありませんでした。ゼロでした、反応が。ところが2回目はさっきのチラシのデザインも内容も全く一緒のものを、しかもこの渋谷に巻く地域も一緒で巻きました。で、1回目に比べたら格段に反応が上がったんです。じゃあここで問題です。この美容院さんは2回目のチラシ配布ではどんなことをやったんでしょうか。ちょっと時間がないんで1分間隣同士、安藤さんと、そっちだと、その2人でシェアしてみてください。ターゲット絞ったと思うんですか。僕はそれが好きですけど、だから例えば周りの自分の来るところのお客とターゲットと同じような客層が来るようなお店に試合して取りたいとか、そうかね、そうそうありそうですよね。どうなんですか、チラシの中身は変わってないっていう前提ですね、うん、そうかもしれない、ね、それしかうまく考えない、何かあったの、どういうお客さんに来てほしいかっていう人に向けて、まあ、渡すにしてもそうだし、あるいは他に貸してもらうにしてもそうだし、その法律は全ての人に来そうもない、おじいちゃん、おばあちゃんとか、子供に渡してもらうんですよ。はい、どうもありがとうございます。はい、この辺が答えかなってなんとなく分かったチームいます？この辺かな。あ、じゃあ大和田さん大丈夫でしょうか？はい、はい、いいですよ。全然当たった外れじゃないんで、はい、大丈夫です、はいはい。ちょっとターゲットを絞って、はい、その美容院に来てくださるような、はい、お客さんと同じような人が来るお店に、はい、チラシを貸してもらうとか、はい、いう形をして。なるほど。あのまあ狙ってるポイントはすごくいいです。あのだいぶあのいいか、そういう考えでいいと思います。で、もう答え言っちゃいますね。もう時間がないんで、ちょっとごめんなさい。クラッとしますね。はい。何やったかというと、今の発想すごく近いですね。要は、あの配り方は変えたんです。で、その配り方っていうのは、ここに書いてあるんです。マンションじゃなくて、一軒家に巻いたんです。はい。これ何でいいかというとですね、皆さん、こういうことです。
ごめんなさい、チラシとポスティングってこれ見てマンションの一軒家何がいいかというと、結局東京なんかも大阪なんかも特にそうなんですけど、今マンションってどの業者も巻くんですよ。で、皆さんもしかしたらマンション住んでる方だったらご存知だと思うんですけど、いっぱい入ってるでしょ、チラシ、週末とか。そうすると捨てちゃうんですよ。で、しかも今マンションはご丁寧にそのポストの近くにゴミ箱とか置いてあったりするんですよ。ポストで捨てちゃうんですよ、こうやって、ああもうっつって。ですけど、一軒家皆さん、もし一軒家住んでる方をイメージください。実家がもしあれだったら、まず持って入るんです。言ってる意味わかります？だって、一軒家のポストの下にゴミ箱置いてるとこってほとんどないでしょ。だから、まずね、とりあえず持って中に入るんです。っていうことは、マンションよりも、そこの時点で、まずは見てもらえる確率が上がるっていうことなんです。これが皆さん、正しい努力の本質で、さっき言ったように。だから、同じことやってても、結局、その、結果が出ない。だけど、ちょっとやり方を、同じやり方をちょっと変えるだけで、そんだけ見てもらえる。要は、見てもらってないってことです、単純に言えば。これ、なんでもそうです。ホームページでもブログでも、一生懸命デザインのお金かけて作った、でも上川さん来ません。それ、単にアクセス来ない、見てもらってないだけなんですよ、僕らにすると。それで初めてテストができるんです。だから、皆さん、これ、すごくないですか、うん、ちょっとした目線を変えるだけで、同じ地域で同じことやっても、配り方を、さっきのお話はすごいいいところでした。配り方をターゲットを変えるというだけで。ということです。はい、ありがとうございました。はい。で、あとですね、ちょっと補足です。歯医者とコンビニの数、一体どちらが多いか、もう時間があって手を挙げてもらいます。歯医者が多いと思う人、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。コンビニが多いと思う人、はい、女性陣で、男性陣で、しっかり分かりましたね。はい。正解はですね、歯医者の方がめちゃめちゃ多いです、はい、これコンビニよりも1万7千件くらい、全国のパチンコの件数くらい違うんですよ、実は。だから多分ね、これ男性と女性で意見は大体分かるんですね。で、女性ってやっぱりこう生活に密着してやってるので、やっぱりこう近所のことがすごく注目で、スーパー行ったりとか、で、男性って基本的に働きに出る人が多いんで、あんまり注目見ないですね。だから女性の方がイメージとしては、近所になんか歯医者でもコンビニが多いねってイメージなんです。だからこれバイアスなんです、要は。はい。で、逆に言うと、ちゃんと数字だと歯医者の方が圧倒的に多いんです。はい。ということです。はい。で、これ、観察だとこういうことらしいです。1年間で約1万5000件潰れて、1日で観察で約4件別で反映してるということで、ね、歯医者って儲かるって、パチンコ屋もそうです。儲かるって皆さんイメージありますけど、決してそのライバルが激しい業界だということですね。コンビニのこと。だから、この事実をちゃんと受け止めてくださいねっていうことです。はい。だから、これなんて言いたいのは、ついつい主観とかイメージで判断しがちなので、バイアスにかからないように気をつけましょうということですね。はい。で、何が言いたいかというと、皆さんが歯医者とかコンビニ経営する、こんなライバル激しいところでやることをお金使ってやるんだったら、アメブロで収穫できる確率が限りなく高いんだよってことです。これが言いたかったんですよ。はい。それで歯医者さんと、コンビニさんをちょっと出しに使わせてもらいました。はい。ということで、アメブロは集客の話になります。アメブロはなぜいいか、まず無料でそもそも始められます。だからハードルが初心者が低いですね。それから読者登録とかペダとかいいねとかってい こうつながりやすい機能があるので、アクセスが集めやすいですね。だからいいんです。はい。それからアメーバ検索機能があるので、そこでこういろいろキーワード検索でいろいろといろんなことが探せれますよね。それからユーザー数が4000万人多いので、非常にお客さんが多いと。Facebook は2500万超えたのかな、確か。で、僕のイメージだと Facebook が物を売りたい人が多いイメージです。言ってる意味わかりますかね。経営者の方とか、なんかサロンさんとか仕掛けたい方が多い。だからそこでもいいんですけども、そこ相手にやるよりもアメブロユーザーが一般人多いので、ここのがお客さんになってくれそうな人がいっぱいいますけどね。だから Facebook は物を売りたい人が多い、アメブロは物を買ってくれる人が多いってイメージ、僕の現地ではって思ってます。ということは、アメブロを仕掛けた方が多分皆さんも取りやすいよねって話です。はい。感じです。結論、集客しやすいです。うん。アメブロのこといろんな噂を聞いたり、いろんなこと言ってる方が周りにもいらっしゃるかもわからないですけども、もうホームページにお金かけるんだったら、アメブロをまずやった方がいいですよと。はい。もう間違いないです。ほぼほぼ。はい。で、集客できるブログの基本はさっきも言ったように、まず皆さんターゲット、どんな人に来てほしいのか、お客さんになってほしいのか、そして事前リサーチです。これはライバル、自分自身、お客さんのことですね。そしてから最終的なゴール地点をちゃんと決める。問い合わせにつなげたいのか、自分のブランディングに使いたいのか、それとも、セミナー講師だったら本の出版のためにやりたいとか、いろいろ目的によって違ってくると思います。はい。で、今の皆さん方の問題点を明確化してください。まあ、されてない方もいるんで、今更上川何言ってんだよ、問題点言われたら、私僕やってないって言われたらそれまでになっちゃうんですけども、はい、まずは問題点を明確してください。はい。これが大事です。で、うまくいってない方の特徴としてはですね、そもそも何が問題点か分かってないんですよ、要は。はい。
技術でつまずいてるのか、記事のネタが書けなくて困ってるのか、ね、あの集客ができて、できなくて困ってるのか、ね、長年やっててもなんかうまくいってないから困ってる、その問題によっては変わってくるんですよ、根本が、はい、でそれによって対応策が変わってくるので、まず皆さんの問題点が何かっていうのが分からないと対策しようがないってことです、要は、はい、ここです。だから問題点をあぶり出してください。それから必要ない勉強は最低限でいいんですよ。皆さんよく勉強、日本人で勉強好きで、僕なんかあんま勉強好きじゃないんですけど、こんなん言っちゃうとで、セミナー講師の資格ないって言われちゃうそうですけど、結局ね、限界があるんですよ、うん、さっきの資格と一緒で、何でもかんでも勉強、余裕と時間がある人やればいいんですけども、もう皆さんはアメブロに関しては最低限覚えればいいです。YouTube もそうです、大島先生の話と一緒で、ポイントさえ覚えれば、そのデザインができないとか大丈夫です、専門家いくらでもあるし、その CSS が難しいとか覚えなくても、さっきのリサーチとかそっちをちゃんとやってほしいです。はい、だから女性の方はついつい無駄なことやっちゃうんですよ。なんかデザイン勉強しに行ったりとか、カスタマイズ講座もやってます、大阪でも東京でも長野でも。別にそれはいいんですけど、否定はしないですけども、いや、それじゃないでしょって話です、僕、集客するためにあれば。はい、だからこれです、何度も言うと、間違った努力をしている人が本当多いです、女性の方で。はい、皆さん、これをやらないといけない。これやらないと、そんなデザイン運動の勉強は違うんですよ。これをやらないといけない、皆さん、リサーチです。皆さんのお客さんのリサーチです。はい。で、このリサーチをちゃんと事前にやってアメブロを作るかどうかで全然結果っていうのが変わってきます。逆に言うとリサーチでほぼ7割以上決まると思ってください。集客できるブログになるかどうかっていうのは。はい。で、これですよね。顧客分析でよく言いますけど、見込み客のニーズや悩みをちゃんとリサーチする。それから皆さんのターゲットは誰か。これらをちゃんとリサーチしてください。サロンでもそうですよね。足痩せの女性か、送信か、脱毛か、ね、フェイシャルかによって変わってきますよね、当然ね。ターゲットの悩みとか。はい。で、あとですね、これ女性の方に言うんです。すいません、女性のなんかダメ出すようでちょっと心苦しいんですけども、自分のやりたいことをビジネスして失敗するんですよね。やっぱ、今そういう協会とかね、女性のなんか経営企業をやる会とかすごい増えてるんでね、東京も大阪も。やっぱこういう方が今ちょっとわからないまま突っ走ったら結構多いんですけども、例えばこれ、実際ありました、私の。過去の国会さん事例で、カウンセラーの方で、上川さんなんかイライラ、私昔イライラ解消、イライラよくしたんで、イライラ解消、前から解消でやろうと思ってるんです。すいません、まず売れないです。まず絶対こんなにしたら、だって皆さん、冷静に考えたら分かるでしょ。イライラ解消でお金払いますよ、わざわざ。違いますよね。カウンセラーって言ったら、その悩みの相談を解決したいわけですよ。イライラ解消って別に、それに対して5000、1万円払わなかったら、絶対払わないですよ、お客さん。はい、なので、こういうことをやってしまいます。はい。これなんですね。自分のやりたいことはニーズがあると思っちゃうんですよ、結構。だから、他の人もきっとそう思ってるって、さっきのあれじゃないですけど、思い込んでしまう。これかなり危険ですよ、皆さん。これ、リアル店舗でも全部一緒です。はい。だから、リサーチなんです。で、なんで、その自分のやりたいことをビジネスすると失敗しやすいのかって本質を言うとですね、これなんですよ。その今言ったように、商品やサービスが本当に求められてるかどうかを、ちゃんとリサーチしないからなんです。つまりお客さんをリサーチするのは甘くなるからなんですね。ここにも書いてあるの、はい、自分はこう思う、私はこう思う、きっとあの人はこう思う、こうだろうっていうことで突っ走ってしまう。その前にちゃんとリサーチしないとダメです。リサーチがそのズレをなくす作業ですよ、簡単に言うと。はい、これですよね。このズレをなくすために自分の思い込みと市場のズレをなくすためにちゃんとリサーチしてくださいねってことです。はい、まあ、私のコンサルの生徒とかはもうそういうリサーチの方でいろいろ細かく教えてますけども、このリサーチは大事です。とにかく、はい、自分の思いには判断しないことですね。とにかく事前リサーチですね、大事なことはということです。はい、で問題点を明確化してくださいということで、だから皆さんアメブロをデザインだけ一生懸命やったりこう記事書いてもうまくいかない理由はこれなんですよ。実はほとんどがちゃんとリサーチしてやってないからうまくいかない、一生懸命やってもうまくいかないっていうことなんですね。で、女性の方がデザインだけでお願いしますという人いるんですけど、デザイン書いても全く意味ないですよ。デザイナーに頼んだらいくらでも綺麗なのが作ってくれます。ただ残念ながら彼ら彼女っていうのは集客目線でのデザインが分かってないんで、綺麗にはできます、確かに。だから皆さんも頼むんだからちゃんとその集客の本質を分かったデザイナーに頼むのが大事です。はい、で、デザインを綺麗にしたけれ当然集客につながりません。なぜかというと中身がちゃんとしないからですよね。はい、でこれ自体がゴールになってしまって満足しちゃうんですよね、結構女性の方
った、うわー綺麗になった、うわー嬉しいってやって感じた記事が、はいどこどこで何食べました、誰々会いました、全然お客さんの知りたいことを書いてないというね、はい、そんなことを毎日350書いても絶対集客無理です、はい、ということですね、はい。だから皆さんこれです、家作りと一緒です、設計図をまずちゃんと作りましょうということです、はい、設計図作らずしていいデザインの家をできるわけがないんですよね、はい、だから思考をちゃんと変えてやりましょうということですね、はい。で私がですね、実は言うと福井にいた時スキーしかやることがなかったんで、スキーを結構やってたんです。で自分で言うのが変ですけども、クラスでもまあまあ上手い子だったんです。で実はもうスキーはずっともう十何年やってないんですけど、一応9は2級持ってるから私こう見えて、で全然上手くならなかったっていうのはですね、もう幼稚園から私やってるんで、もう大学までずっとガリだったんですよ、スキーで。そこそこは滑れるんだけど、いわゆるこの上でるんで、これができなかったらなる、いくら練習してもいろんなビデオ見たり本読んだり、なんでかなと思って、で結局ガリでやったらダメだったんです。で何をしたかというと、スキースクール1週間閉じこもって入ってやったら1週間で9取りました、はい、もうそれが結論です。だから我流はもう間違った遠回りするってことです、例えば、はい。だからちゃんと皆さんもネットの検索でちゃんとこう調べる力を持ってくださいね。あと例えばそういったその道うまく、すでにアメブロで集客でうまくいってる先輩に聞くとかね、相談相手、まあ我々のような相談相手とか、そういう解決できる環境を持ってください。だから絶対自分で悩んで自分でやってると絶対遠回りします、袋工事になっちゃいます、入っちゃいます、はい。だから正しいやり方をまずやればちゃんと集客って成功につながっていきますよってことですね、はい。でこれリアル店舗で例えると分かるんですよ、こう準備しせずにお店をオープンに皆さんしませんよねって話で、例えばですけどこれ実際に皆さん分かります、もぬけの殻でしょ。でなんか店長が店員さんっぽいのが一人立ってるだけで、村川さんこの店行って飲食行ってじゃあって言って次行きたいと思います、思わないですよね。でも皆さんブログとかホームページでついこういうことやってるんです。看板も明記しない、ね、物も置いてない、でスタッフもちゃんと置いてないっていうことをブログでもやってるんです実は、はい。この状態でチラシ巻いてお客さん仮に間違ってきてもクレームになるだけです、意味がないっていうことだから、これのアクセス集めても例えばブログにしても。だからブログだとこれです、ちゃんと看板作り、ブログタイトルとニックネーム、テーマちゃんと皆さん作ってますか、それからブログの最適用意しなくちゃいけない記事、メニュー記事とかお客さんの声の記事とかこんなちゃんと作ってますか、プロフィールちゃんと作り込まれてますか、最低限のブログ記事ありますかっていうのをちゃんと作った上で読者を増やせたりアクセスを増やさないと全く意味がなくなってしまいます、はい。もうちょっと我慢してから、もうちょっとじゃちょっと聞きます、これですよね。で皆さんのゴールって当然集客のためだと思いますので、その基礎をちゃんと作ってくださいねってことです。で次はプロフィールで、これ言ったらちょっと休憩出ます、ちょっと2、3分。皆さんね、プロフィールっていうと結構 Facebook でも Twitter でもアメブロでもホームページでも一緒ですけど、結構ちゃんと作り上げてない方が結構多いです。で意外と人はプロフィール、皆さん僕も含めてそう 見られてますし、見ます、人は人を見ます。でその前にちょっと説明する前に、徹子の部屋っていう番組皆さんご存知ですよね、多分ね、はい。若い方だとちょっとね、知らないという方も結構多いんですけど、徹子の部屋の法則って何ですかって話ですけども、これは私が勝手に作った法則です。でこれは何かというとですね、この番組見てて思うのは、大体芸能人とかモデルさんとか俳優さんってできますよね、ゲストね。そうすると大体黒柳さんが生い立ちを喋ってるんですよ。この彼女は昔苦労してこうこうこうで学校行ってこうこうこうでこう両親が離婚して苦労してなんだかで、俺で金貯めて東京出てってっていうこと喋ってるわけですよ。それ聞いてると別に、例えば僕なんかだともうそうですけど、この人別に不安じゃないのに、なんかね親しみが湧いてくるんですよね。別に不安じゃなくても、悪い気はして、ああ結構こういう苦労があったんだなとかいうのを思いません、皆さん。ついついやっぱ共感してもらった経験あると思うんですよ、多分。だからプロフィールはちゃんと作っといた方がいいんです。どこにお客さんは食いついてくるか結構わからないんです。もしかしたら皆さんの出身地で食いついてくる可能性もある。例えばさっき安藤さんで、カナで私行ってましたよって書いておけば、私もカナダに住んでたら水泳場が来るかもわからないです、サロンに。例えばで、つばぬまさんちなみに何か趣味とかございますか。趣味、はい、例えば、あ、今でもいいし過去にあった趣味でも何でもいいですけど、はい、例えば好きなものでもいいですし、はい、はい、あ、じゃあ出身地どこですか、ちなみに。秋田だったら、秋田出身の、例えば秋田県の何々市で私は生まれ育って、でそれって書いておけば秋田出身の方が来る可能性あるわけです。でもそれ書いてないとわからないわけです。
そういうことですよ、うん、だからちゃんとプロフィール余計なことを書いておいたらいいんです。僕だったらプロレス好きって言うと上川さんってプロレス好きなんですって言われちゃうんですよね、名刺とか渡すと書いたらそうか、そうするとそこでプロレス好きとしては食いつきたりとか、うん、あ今度上川さんお話したいんで話しちゃって言われるんですよね、うん、だからその余計な情報も入れておくとどこで食いつくか分かんないでいいです、はい、で皆さんねこれね顔隠してますけどあるサロンさんの事例のプロフィールです。安藤さん、このサロンパッと見ていきたいと思いますか？ちょっと怖い感じ、ね、怖いですよね。ですよね。ちょっと顔は隠してますけど、うん、見て分かるように真っ白系でしょ、うん、ただ写真があって、一応ちょっとニックネーム隠してますけども、うん、だけなんです、うん、絶対この人のサロンに行こうと思わないはずなんですよ、12時14分、うん、なぜかって言ったら何にも情報公開してないからです。皆さんの名刺と一緒ですから、プロフィールは、うん、だからちゃんと作り込んでおいてくださいねってことで、うん、名前を名乗らない人間絶対一物変わりません、絶対変わらないです、うん、はい。じゃああともう一つ、なんでプロフィールがそんなうるさく私が重要なのかっていうのがですね、うん、人は人を見るからです。さっきも言ったように絶対見て 見られてますよ皆さんのプロフィールも、まあ僕もそうなんですけども、こうかなり重要です。はい。それともう一つはこれなんです。なぜかアメブロのプロフィールページって検索に強いです。だから皆さんね、結構ブログのトップページもプロフィールが上に来てる場合も多々あります。だからもしかしたら皆さんのプロフィールを最初に見て知る可能性もあるわけです、うん、だからちゃんと作っておいてくださいねってことです。どっからも入ってこられてもいいようにってことです。はい。であとプロフィールよくある間違い、これ多いんです。私顔出ししたくないんです、女性の方、これやっぱやった方がいいですよ。でどうしても出せない重要あるんであれば、せめて似顔絵ぐらい自分に似てるちょっと デザイナーさんに頼んで乗っけるとか。でもやっぱりリアルの顔写真に勝る信頼はないです。はい。だ絶対乗っけとけた方がいいです、はい、であとニックネームも自分の皆さんの職業とかビジネス管理者もなってますか。例えばエッセサ、足痩せのエッセサラオーナーの上川、まあ、俊彦さんでとしことします。私が代表ちょっとおかまっぽいんですけど、じゃあ、銀座駅徒歩2分、足痩せ専門エッセサロン代表フローラ上川だったらどうですか。ニックネーム見て分かりません、うん、何屋さんかっていう。それが、人生を叶える上川俊子だけだったらどうですか。わからないでしょ。だから皆さんもニックネームちゃんとそういう風にしてくださいねってこと。はい。大事です。ここもすごくできてない人多いんで、こんな人から物買わないんですよ。だけど皆さん笑ってますけど、ネット上ではついこれやってる、私顔出したくないとか、うん、ね、やっちゃうんですよ。ニックネームをあの隠したりとか、ね、ビジネス面でまあ別にいいと思う、それ使っても。ただなんかこう変な名前とかね、俗称は使わない方がいいかなと思います。だってリアルでこんな人に名刺渡せ、いやうちの商品すごいねって言われても買わないじゃないですか。でも皆さんもネット上でそれやっちゃってるんですよ、うん、っていうことです。はい。これです。もう結論はこれですね、何度も言うと。はい。であと次はプロフィール写真をちょっと補足しておきます。皆さんのこれから やる人も含めて、今やってる人もプロフィール写真ちゃんと安心感の持てる写真になってますか、うん、っていうことです。大事なことはできれば笑顔の写真にしてください。はい。サロンさんでもそうですし、やっぱり笑顔の写真に勝るものはないです。はい。でとにかく写真1枚で何屋さんか伝わるようにしてください。サロンさんだったらサロンの例えば制服であるとか、弁護士の先生だったらちゃんとこうネクタイでスーツしてるとかね、例えば私みたいにセミナー講師だったらセミナーをやってるこうシーンとか、あるいは飲食店の店長だったら飲食店のね、そういう制服とかね、いうふうにすると分かるでしょ。写真見ただけでなんとなく何屋さんかっていうふうにしておいてください。はい。これがいい事例です。これサロンさんの事例ちょっとね出しましたけど、これ見ただけでほら安藤さん分かりません、サロンって、はい、これが大事です、うん、僕が言いたいのは、うん、はい。しかも皆さん笑顔でしょ、うん、これが大事です、うん、はい、ということです。でこれ実は次は良いプロフィールの事例をちょっとお伝えしておきます。この方は村上さんって言って、大阪でマナー講師セミナー講師されてる女性の方です。で彼女のプロフィールすごく上手です、まあ写真で笑顔ですよね、これね、もちろん、うん、よく言ったらもうちょっと上半身あった方がいいと思います、うん、はい、もうちょっとこの辺からね、うん、はい、のがいいと思います。で、このプロフィールに自己紹介ですね、ちゃんと私がなんでこういうふうにしたかって生い立ちストーリーを書いています。これが大事です。ストーリーは響きます、すごく。はい。響かないのは、僕は私は MBA 資格を取ってなんとかでって自慢話を書いてる人、これ響かないです。はい。それを書くんであれば、こういうせいに借金もしたけど苦労してこれを取って今これを生かしてこうしてるってなったらありです。はい、 OK でしょうか。で右側に自分の商品やサービスの案内ですね、
彼女の場合だったらこう CM 動画をこうセミナーの様子を動画をこうやったりとか、あとビジョンポリシーも書いたわけですね。私はこういう思いでやってますと、はい、でその下にちゃんとセミナーで実績をこういうふうに私はしてますよって、この写真あるだけで女性の方安心感違うでしょ。妻の間さんどうですか、ね、これが重要です、はい、でこれで実績を見て、なおかつうちのセミナーはこんな方に向いてますよ、で実際に私のセミナーを受けた方の悩みはこういうことが、こういう方が多くてこういうことで悩んでる人が受けてみたらこういうふうになりましたよっていう、ちゃんと受講者の方だったら安藤さんこれだけで信頼されるんです。会ってなくてもこの方はまた会いたい、なんとか講師でやってますよ、また会いたくなっちゃうんですよこれ見ただけでっていうオチですけどね、はい、だから皆さんちゃんとプロフィールを作り込んでくださいねということで、次はタイトルとバナーの部分です。でブログとそのバナーっていうのがあるんですけども、このバナーもさっきのプロフィール写真と一緒で、まずパッと見で読んでみたいかと思わせないといけないです、はい、基本は、はい、で例えばタイトルもそうですね、〇〇の日記とかこういうことやってる方非常に多いんですけども、これ響かないです、何屋さんか分かりません。ただこれを唯一やっていい業種が一つあります、分かる方手を挙げてください、もし、はい、あの、はい、大丈夫です、芸能人だったらいいです、はい、例えば橋本まなみさんが今人気あるのかな、世のおじさんたちに。じゃあですね、橋本まなみの日常生活だったら、中田さん、見たくないですか、これ真顔で言ってませんみたいな。大丈夫ですか、真顔で見たいじゃないですか。だから芸能人は OK なんです。ただ、上川俊久のつぶやきって見たくないですよね。そっちの方が見たい。そうなんですか、えらいですね。多分それ出して食いつくのはうちのおかんか妹ぐらいで、ね、うちのお兄ちゃん本当にちゃんと真面目に仕事してるのかな、うちの年下はちゃんと真面目に東京行って仕事してるのかなって、多分うちの身内は多分食いつくと思うんですよ。まず読みたくないはずですね、一般の方は。なので皆さんこういうふうにしちゃダメですよということで、はい、であとこれもよくあります、なんとかあるのって肩書きを2つ3つやるタイトルが多いです。これも NG です、これ伝わりません。うちはカレー屋なのにリフォームやってますみたいな、そんな意味ですよね。そんなとこにリフォーム頼まないですよね、はい、だったら屋根修理専門リフォームなんとかっていうところで絶対頼まないです。結構これもやってしまってます、セラピストさんとかアロマンのカラーのヒーリングだったとかね、ね、アンドさんやってますよね、これ響かないです、NG です、はい、そしてあとは横文字英語とか造語、これも美容系の方多いんですけど、なるべく使わないです。例えばお店のサロンの名前も英語とかフランス語とか使ってる方でもそれは全然 OK なんですけども、ブログでやる場合はちゃんとカッコで読み仮名振っといたわけです、わからないので、何か読めないのお客さん、はい、さっきのネイルサロンと大島先生の事例もありましたけど、彼女の前ルシャミニオンというのは最初フランス語だったんで、だから今ひらがなでルシャミニオンにしたんです、はい、私の指導でということです、はい、であとですね、反応ながら効果的なブログのタイトル付け方、もう本当ちょっとごめんなさい巻き巻きで、一瞬でもう本当に何屋さんか分かる、それからキーワードが入っている方、これが大事です。エステサロンにエステサロンが入ってないとかね、皆さんちゃんと入れてますか、ちゃんと分かってるで分かってなくてできてない方結構います。整体院なのに整体院のタイトルに入ってないとかね、これだけですもう損失です、もう大損失です。なぜかヤフー検索エンジンに拾われないからですね、整体院っていうキーワードが、はい、結構多いです、こういう基礎ができてない方、そういうのを含めて基礎がまず設計図大事だよって言って私言ってるんです。こういうの次第でカスタマイズとかそういうことばっかりやっちゃうからダメなんですよね。であとはやっぱりキャッチコピーが大事です。カスタマイズすると何がいいかというと、キャッチコピーが付けれるからです。だからそこで思わずクリックしたくなるタイトルになってるから、でこれは多分僕なんかだともパチンコ屋とか毎日こと考えて実践でやってたのでバッてすぐ浮かぶんですけども、皆さんは普段からこういうのを見てください。雑誌やテレビとか新聞、こういうので結構こういうをアンテナ張り巡らせると、あいいなってパクれるなとかね、そういうのをいかにストックしておくかです、ポイントは。僕も未だにやってます、それは、昨日から東京来てますけども、もう電車とかでひたすらねメモったり、ちょっと写メは撮れないんでさすがにそのメモったりしてます、広告のキャッチコピー、例えばこういう女性誌だったらこういうやつですよね、うん、はい、例えば10日で作る見せたい体ね、私がサロンだったら10日で作る、モテる女になるための送信エッセイとかね、どうですか、よくないですか、自分で言ってて自分で自画自賛してすいませんでした、はい、っていうのをパクれるんですよ、パッてうまくね。で私はこういうのをパチンコで3年やってからもうすぐ出るんですよ、パッて見ただけですぐキャッチコピーが。で皆さんは出ないんで普段からこういう練習してくださいねって注意するっていうことです、はい、電車のすり替え部分そうですね、こういうね、美人な白、かわいい黒ね、私だったらネイルサロンだったら美人なジェルネイル、かわいい黒ネイルとかつけるとどうですかってパクれるんです、すいません、はい、
あ、まあ、ベストセラー本もそうですね、こういうのもタイトルがうまい本が大体売れてます。中身がいいんじゃなくてタイトルとか宣伝がうまい本が売れてるんです、実は。はい、だから皆さんこれを練習してくださいねということで、街歩いてても注意深く見ることでアンテナが張り巡らせます。で、あとブログタイトルは結構この要素が入ってると反応が良くなると言われてます。ターゲット、例えばサロンだった際に足痩せしたい人とかね、腕が細くなりたいとか脱毛したいとかね、うん、あとアラフォーとかね、そういうターゲットですね。で、数字ですね、40代のアラフォー女性とかね、あるいは、少しエステをやるだけで3分痩せるとかね、なんかそういう感じの数字、あと解決法、さっき言った痩せるとかね、脱毛ができるとかね、ツルツル肌、赤ちゃん肌になれるフェイシャルエステとかね、そういった感じです。この人が入っているといいです。はい、で、お店のブログのタイトルの場合ね、これサロンさんでも整体院でも飲食もそうですけども、まずはさっき言ったエステサロンならエステサロンとか、ネイルだったらネイルとか絶対入れてください。それからあと地名、駅名です。東京の場合だったら駅名の方がいいと思います、多分。駅名、地方だと駅名だとね、あの結構田舎すぎて案外検索されないので、まあ、市とか区とか町名がいいと思うんですけども、うん、あのそういう都心部だったらやっぱり駅名がいいですよね、うん、はい、とあと業種名、エステとか、それ絶対もう必須で、これ絶対タイトル入れてください、うん、こういう基礎も含めてさっき言った設計図です、私。はい、で、あとこれ NG です。意味がわからない、横文字ばっか使ってる、ね、あるいは情報が少なすぎる、ね、さっきのつぶやきみたいな感じ、それからエステサロンにエステサロンというキーワード入ってたとかね、これは NG です。はい、ちょっと巻いてみます。それからコーチングの方が多いです。 NLP とは横文字使いながら、これも伝わりにくくなります、うん、はい、それから造語ですね、皆さんで作った造語とか、それとか知人しかわからないニックネーム、この間びっくりしました。フェイシャルエステの方なのに、なんかタマちゃんとかつけてると、自分がなんかタマエって言うからタマちゃんってつけて、いや多分そんな信頼されないですよ、僕言って直させたんですけども、 今はなんか、白川タマエやったから、なんかちょっとまあちゃんとつけてやってるんですけど、そういった知人しかわからないニックネームつけてる方もいますね。はい、これは NG です。これ下に書いてあるセラピストなんか非常に多いためです、うん、はい、なので今の参考事例で皆さん家帰ってちょっと考え直してみてください。これから作る方は参考してみてください。で、後半に行く前に急遽入れたいと思います。ちょっと押してるんで3分でいいですか。3分で、はい、3分でお願いします。はい、はい、ということで後半行きたいと思いますが、いろいろとね、ちょっとさっきタイトルの件で質問とかあったんで、あのその今回はそのブログのバナーの話です。後半まず、はい、そのコツをお話したいと思います。で、これもさっき言ったように、このコツが分かってないデザイナーさんにやっちゃうと、こういう間違いを犯すという事例をまず見せます。はい。まずその前に、さっき言ったように集客目線で作れないデザインを高いまで払っちゃってやっちゃうと。で、これ多いんですよ。開業前の人がこう女性で、知人が安くやってくれる方とか、まず失敗します。はい。で、結局高いまでついちゃうと、結局2回も3回もまた変えないといけないから。だったら最初ちゃんとしたと頼んでやった方がいいってことね。はい、これも多いです。カスタマイズを自分で中途半端に勉強、素人もあるので、ね、これもやれる人は やってもいいんですけども、これ時間かかります、素人やろうとか。だから任せた方がいいです。で、あとこういう関係ないデザインを入れたりとか、何屋さんか伝わらないとか、あとアメブロのテンプレートをそのまま使っちゃってるとかね、はい、いう感じです。で、次はいよいよブログを改造して、当社で改造して、格段に良くなった事例を紹介していきたいと思います。この方、大阪のヨガの方です。多分今僕がヨガって言ったから皆さんヨガのって分かったと思うんですね、うん、でも言わなかったら分かんないやつなんですよ、うん、なんか蓮池のあなた花屋さんかなとかね一瞬、うん、だけどヨガって言われたらなんとなくポーズがそれっぽいなって分かるだけで、これ残念ながら伝わりません、うん、でなおかつ皆さんこれよく見てください。ナチュラルヨガスペース全部英語でしょ、うん、これでもう分かる、これでアウトで分かると集客目線であれば、うん、で分からないで デザイナーさんに頼むと、うん、大林さんこういう風になっちゃうんです。安藤さんこういう風になっちゃいます、うん、残念な結果、これすごいお金払ってやったらしいです。はい、で、これを改造したらこうなりました。あ、これで皆さん、あーっていうのはもう答えです、うん、これで、これが皆さん選ばれる理由です、単純に、うん、はい、もうこれ、キャッチコピー読まなくてすぐ分かるでしょ、ヨガって、うん、ね、安藤さん分かりますよね、これが大事なんです、うん、はい、だから、これがこれになったということです、うん、格段に反応がありました。この方の事例も後半ちょっと言います、はい、で、これはとあるエステサロンさんのブログです、うん、これはよくあるアメブロのカスタマイズじゃなくてアメブロのテンプレートそのまま使っちゃってます、うん、だから暗い感じでエステサロンに なぜか鹿の絵とか森のが森の熊さんじゃないんだからって感じでツッコミが入って、なおかつこれ見てください、プロフィール写真も子供のポスターの写真が出て怪しい感じですよね、はい、でタイトルもなんか無駄毛色いじめやコンテンツとか、まあいまいち伝えたい理由は分かんないけどいまいちかなって感じです。でこれがどう変わったかというと、じゃじゃん、こうなりました。圧倒的に違いません、
もうこれだけで信頼感が違うんです。もうサロンとか整体カウンセラーこそまず人を出さないとダメです、絶対に。なぜかというと皆さん勘違いしてます。商品やサービスは施術とかと思ってるけど人なんです。実はこれ私ら僕と大島先生もそうです。人は人なんです。人が商品なんです。皆さん自身が実は商品なんです。その化粧水とかそれが商品じゃないんです実は。だからサロンとかはもうこれがポイントです。はい、誠実をやってる写真、楽しそうな写真でターゲットちゃんと響くかどうかで、ちゃんと電話番号とかこういう問い合わせがちゃんとしやすいようになってるかどうかで、駅名もちゃんと半蔵門にすぐそばとかね、ここでなおかつお肌の解決のサロンだよっていうターゲットをちゃんと絞ってるってことですね。はい、で次はよくあるデザイン業者に依頼して綺麗にいまいちの事例ですよね。この方、さっきの事例はまあいいじゃないですか。生態っていうのは何となく分かる、うん、ただよく見るとなんか桜吹雪のこんなもんもんが入っててピンク色で怪しい感じで、先生の顔見てください。これ怪しい感じで固まってなんかスケベに思いません？一瞬ちょっと見方よっちゃね、よく分かったらね、なんとなく表情硬いでしょ、うん、ただまあ分かりやすくは分かりやすいんですよ。さっきの事例に比べたらまだ全然いいんですよ。だってもうちゃんと接骨に書いてあるし、写真も綺麗になってるし、ただこの変な柄とか先生の写真がいまいちだっていうことで、これ皆さん宗像さん、確かにビフォーアフター、ね、はい、見たいですか？花はですよね、見たいですか？いや、アフターオカマっぽいね、見たいですか？これいや、見たくないですじゃなくてこれどうやって次は見てみたいです。見たくないならもう無視しますけど。いやいや、ないです。どうか本当ですか？はい、わかりました。じゃあですね、じゃあどうだったかというと、こうなりました。あーって言いましたね。これ同一人物に見えますか、安藤さん？見えないですね。どう考えてもこっちの生徒が親しみあって信頼で、だからこっちなんか同じなんです。スケベそうじゃないですか。嫌じゃないですか、女性は特に。で、僕言ったら阿部先生に、阿部先生ってターゲットあるから、いや、うちは結構女性客で、阿部先生これだとちょっと怪しく見えますよっつって。言って、こうしたらこれいい写真持ってたらこれでもう全然やっぱ反応変わりましたしさ。で、なおかつちゃんと交通事故ムチ打ち専門の治療で調べました。はい。で、なおかつ臨床25年という強みをちゃんと出してなかったので、これもちゃんと入れて、しかも駅近徒歩30秒も強みなのに入れてないんですよ。で、これって皆さんも気づかないところで引き出していかないと、実は。それも含めてのアドバイスなんですよ、僕の。うん。だから、これでも勝負ありです。はい。次です。この方は大阪のエステサロンさんです。はい。ちょっとエステの事例が多くて申し訳ないんですけども、この方もまあエステサロンじゃ分かるけど、だからやっぱ伝わってないですよね。ちょっとこうデザインが暗かったり、あとビクロ姫のミクロエステってもよく分かんないですよね、はい、っていうのをこれもやっぱデザインが頼むとこういうことになっちゃうんですよ。わけ分からん態度とかね。でそれがで、あと素材種のモデルの写真使っちゃってる、これ多いんですよ、エステサロンさん。悪いとは言わないですけど、これ伝わんないです。やっぱね、リアル感がいいです。やっぱお客さんとかモデルで、あの知人でもいいんで、使った方が絶対いいです。はい。っていうのがどう変わってくると、じゃあこうなりました。お、圧倒的に違いますよね。このポイントは、アラフォー女性のお肌再生エステサロンです。はい、再生ね、再生量。これが強いなんで、で、なおかつ、ビフォーアフターのこのね、写真もやって、でちゃんと施術とオーナーさんのこの可愛らしい感じで出したと。で、高級っぽさを出したいんで、あえてこう、茶系にして、作り込んだという事例です。はい。次います。次は自分で中途半端な知識で勉強しちゃったパターンですね。はい。この方、ベビーマッサージの女性、この方も生実家なんかフォトグラフとかそういうのをこうツールが入れてる、自分でやっちゃったんです。で、これ全然伝わらないですね。もうなんとなく分かりますよね。まず顔が分かんないね。ほんでベビーマッサージのアルバムとか余計なんかベタベタって何屋さんか分かんない。で、キャッチコピーもいないって感じですね。ベビーマッサージやるから写真手作りアルバム教室で意味わかんないですよね。なんとかなんとみたいな。で、これがどうなったかというと、デザインこうなりました。はい。これでも勝負ありです。夜泣き専門ベビーマッサージ教室で私が絞りました。はい。これでも格段にアップしました。で、こうなると夜泣きの子供がこうやって明るくなるよっていうね。こういうふうに演出しました。はい。これは素材でうまく演出しました。私がいろいろ考えました。内調絞って。はい。で、次、紙エプロン。あ、ごめんなさい。子供エプロンの方の場合ですね。この方もやっぱ知識がホームページでビルダーでできちゃうので、自分でやっぱやっちゃったんですよ。目線が分からずに。で、これがどういうふうになったかというと、こうなりました。おー、すごい。ポイントは、ちゃんと、これさっきと分かりますよ。これ、よくね、こういうの多いんですよ、ファッションとか。これじゃなくて、実際のモデルにつけて撮るんです。これがポイントです。だから私実を言うと写真の撮り方を細かく皆さんに言ってるんですよ。こういうちょっと撮ってください。サロンさんだったらこういう写真がやるんで、こういう角度、実はすっごく細かく言うんです私、はい、だからできるところでちゃんと言うのは、はい、
こういうの分かってないと、もうなんか友達になきゃブレたりやつとか取ったりとか、全部あのポイントがずれてます、取り方の。はい、っていう感じです。でその後、これも端折りますので、パッパッパッといきますね。この方、母娘関係のカウンセラーの方ですね。はい、これはもうアフターの事例です、全部。いい事例ですね。はい、っていう感じです。それから次の方、これは歯医者さんですね、東京の。はい、これもすぐ分かりますよね。はい、で女性のスタッフがいるということで、女性も安心ということで出しました。はい、それから次、これはプライベートと料理サロンの方、これ尼崎って兵庫県にある、あの阪神西宮球場のどこか、あの辺の近くなんですけども、彼女も今これブログで、あのもう離婚してシングルマザーですごい頑張ってね、で今ブログでもう月収入が結構取れてるんで、すごい助かってるっていう話でね、活躍されてます。はい、この方、さっきのプロフィールの事例で見せた方ですね、村上さん。はい、選ばれる人気として選ばれるための話し方講座ですね。これで医者をターゲットで選んでいるということですね。はい、ということです。で、今まで見たカスタマー事例で何か気づきませんでしたかっていうことなんです。何か共通してるこれだっての分かった人います？じゃあ安藤さん、はい。職業はすぐ分かる、はい、場所は分かる、はい、電話番号は載っている、はい、ビフォーアフターが載っている、はい、あとは細かい、例えば、はい、空いてる時間とか、そういうものが書いてある。なるほどですね。あ、写真が、自分、人の写真が使ってある。はい。素晴らしいです。ありがとうございます。はい。皆さん、よろしくお願いします。これも時間なんでシェアしようと思ってもやらないです。要は何が言いたいか、人はまず人を見るんで、絶対人の写真入ったでしょ、本人の。これがポイントです。まずで、しかも笑顔ですね。はい、なのでポイントはこれです。まずは皆さんの本人の笑顔の写真がパッと見て何が言いたい。これも安藤さんでも今答え だいぶ大正解です。で、お店のサロンだったら外観写真や人気ある写真ですね。で、明るくシンプルなデザインです。凝る必要ないです。あのロゴ入れたりいろんなね、むちゃくちゃむちゃくちゃガーとかね、こういうのをなるべくやるとそれが目立ってしまうので、なるべくちゃんとシンプルがいいです。はい、なので改善するポイントがある方はこれを参考に改善してみてください。ということで、集客のコツっていうのはこの2つです。皆さんまず知ってもらう、何屋さんか分かる、そして選んでもらうですね。私の今クライアントさんの事例だと、皆さんちゃんと売りや専門性出してませんでした、タイトルで。これが大事です。はい、これになってるかどうか、これができればほぼほぼ新規集客はできる確率が、高確率上がります。はい、逆に言うと、一生懸命やってできていない人はこれができてないです、逆に言うと。はい、ということです。あとですね、よくやるこれちょっと事例ですね。皆さんが住んでる家あると思うんですけども、20分以内やる接骨院やクリーニング屋あげろって言われたら、いくつあげられますかって話です。で、これは何が言いたいかというと、そのお店の人はその近所でうちの店は知られてると思い込んでるだけなんです。ところがそれを思うことを皆さんは知らないってことです。その証拠に、多分皆さん病院、じゃあ宗像さん近所で3つあげろって絶対あげられないんです。多分1つあげられても、じゃあスーパーの名前に3つあげてくださいって言われたらあげれませんよね。だから所詮その程度なんですよ、我々って。実はそこで構えてても、だから知られてないっていうことなんです。実は答えられないですよね。だからいかに見えてないかなんですよ、日常生活で。皆さん我々もお互いが、だから知ってもらう活動をもっとちゃんとやりましょう。例えば看板をもっと分かりやすいように掲げるとか、あとあの興味を引くようなキャッチつけて看板をちょっと派手にするとかね、まあ、極端なことですよ、ね、それとかチラシを巻くとか、近所挨拶するとか、知ってもらう活動をちゃんとやらないと、店構えて黙って来てるもんじゃないですよってことです。はい、で、アメブロの場合だとこれです。その今の言った栄養活動が、さっき言った読者登録を増やす、あるいはペタとかいいねを押して回るね、がキーワード、記事タイトル、ブログタイトル、そういったところにちゃんとキーワードを入れておく。そうすると Yahoo さんや Google さんから、検索されて、相手から探してきてくれるよってことですね、皆さんの。これがアメブロで言ったら営業活動です、いわゆる。で、覚えてください。はい、つまり知ってもらう努力もっとしましょうってことです、皆さん。もっとちゃんと自分から動きましょうねって。もう入ってきたら有名になってお客さん来るやったら別にいいんですけども、出なかったらやっぱ自分からまずね、ちゃんと知ってもらう努力をしましょうねってことですね。で、次ターゲットの話です。これもね、ちょっとね、あのもう端折ります。皆さんがお客さんになってほしい人、例えば安藤さんがサロンさんでお客さんになってほしい人、どんな人がイメージしてください、具体的に。はい、はい、これが大事です。はい、例えばですね、ペルソナってよく言います、マーケティング用語で。ペルソナとは何かというと、ここに書いてある通りです。あたかも実在するような人物像を設定する、これがペルソナです。はい、いわゆるまあコーチングの用語とかでもよく言いますけどね、企業が提供する商品やサービスとを最も必要としている象徴的なユーザーのモデルですね。人物像ですね、要はね。はい、で、もし例えばサロンさんの事例で申し訳ないですけど、エッセサロンだったら、例えばこういう女性をターゲットにするとしたらどうですかって話です。美容にお金をいとわない30代の独身女性、これはペルソナです、いわゆる簡単に言えば。で、もっとこれを具体的にやっていきます。これが次のこれです。皆さん
30代独身のガリショッコさんっていう、僕あのこれネットで聞こえたガリショッコさんっていう名前の30代の美容に興味ある女性がいるんです。男は引いちゃう外食女子って書いてあるんですけどね、はい、この方をイメージしてください。この方はお金持ってて美容に興味あって、この方をターゲットとしますエステサロン、はい、で彼女の特徴としてはこれです。アパレル関係勤めてて、これあくまで架空の話です。僕が勝手に作ってるので、で年収もやっぱ管理職ぐらいになってるんで結構そこそこあります男に。だから独身で自由になるのが多いです、はっきり言って。で中目黒ですね、彼女がおしゃれだ、おしゃれ好きなんで芸能人とかいるところね。でトイプールとか買ってるんですか彼女ね。で土日は公共周りは朝ドギングしてます。はい、で好きな芸能人は今女性西島秀樹さんが大好きです。彼女はこの間結婚されましたけどね、はい。で現在の状況というと30代の独身で男は特に困ってないしいらないと、彼氏も別にっていう状況です。でライフスタイルがいいというと朝起きたらグリーンスムージーを飲みます。健康志向なんで、はい。で美味しいご飯屋さんにやたら詳しいです。六本木朝の中堅とでオーガニックワインが大好きです。オーガニックワインワインでオーガニックワインです、はい。で太らないサプリをちょくちょく飲んでます、はい。で日常会話程度と外国語が喋れます。旅行が好きなんで海外旅行で、彼氏はいないがやたら外人の男友達が多いと、うん、はい。で生活感がない、当然家にいません、週末で遊びに出てます、でお金もある、ね、男も友達も多いという感じで僕がこれ設定したら皆さんイメージできません、うん、はい、ここまで具体的にイメージするんですから、うん、ペルソナって分かりますかね言ってる意味、はい。もうその人があたかもいるような感じで、皆さんだったら身近でターゲットしてるお客さんを見れば分かりますね。彼女がどういう生活してどういう考えてる、そのイメージしてほしいんです、はい。これが大事です、すごく。だから今言ったようにターゲット像を具体的にイメージしてください、はい、です。漠然としてはダメだってことです。要は30代の女性がいいんですではダメです。30代のどんな女性なのか、主婦なのかね、一人の独身なのか、社長さんなのかね、そこまでちゃんと具体的に。で社長さんでもその何だろう、年商が1億程度の社長なのか1000万なのかねっていうので変わってくるよねってことです、はい。これに向けて皆さんがアメブロで記事を発信してくださいねってことです。そうするとそのターゲットも振り向いてくれますし、それ以外も振り向いてくれるよってことです。でこれもちょっと時間ないな、もうちょっと端折ってごめんなさい。ですね、これ以前にあった相談の事例です。家事代行サービスの女性が以前相談を乗ったことあって、でその方の何屋さんターゲット誰ですかって聞いたときにお金持ちって言ったんです、彼女は。で僕は家事代行別に詳しくないから分かんないですけど、よくもう直感が分かるんですよ、感覚的に。大体それちょっと違うんじゃないですかと、ピンとこなかったんです。でこれって本当に正しいんでしょうか。で案の定こうターゲットに間違ってやったんで絶対うまくいってなかったんです。やっぱりチラシ巻いてもダメだって。これね、実を言うとね、家事代行でこういう人頼むんですよ実際。こんな人ですよ頼むの実際。高齢者の一人暮らしとか、あと子供がちっちゃくてなかなか買い物できない子で、主婦の方とかね。あとは例えば僕とか村上さんぐらいのレベルの年代の単身赴任と男性、忙しくて片付けできないとかね、いう方が現実頼むんです。だから皆さんに金持ちなんて頼まないですよ、富裕層なんて。実はなんでかというと、彼女たちって時間もお金も余ってるから自分でやっちゃうし、お手伝いさんもいます。だから全然これ需要あると思ってやると偉いことです。で案の定彼女はそこのところにポスティングしたら一人も取れなかったら当然です。僕からしたらこれリサーチしたら分かることです、単純に、はい、っていう間違いがありました。これです。奥さんに全部やっちゃってるんです。お金も時間も暇もあるから、はい。あとお手伝いさんがもうすでに雇ってるとかね。であとね、もう一つ補足言うと、お金もちょうどプライベートを嫌うんで家に入れたがりません、はい。だから10割そうでないです実は、はい、って覚えてください、はい。補足です。だからもうとにかく自分の思い込みやっちゃダメだってことです、はい。ちゃんとリサーチしましょうねってことです、はい。であとですね、これネーミングについてちょっと小話しておきます。皆さんサロンさんで多いのがメニュー名、それちゃんと伝わってますかってことですね。例えばですけど、よくあるのがこんな感じですね。アロマボディ60分7000円、フェイシャル何十分がいくら。これだけだとお客さん値段しか分かんないですよ。イメージが分かんないですよ、はっきり言って。もうちょっと具体的に書くとかね。で、メニュー名も結構大事です。はい。例えば、これ少し見せ方変えます、安藤さん。私がこれをやるとしたら、どう変えるかというと、こうなります。PC 肩が首ストレス改善アロマコース、これ読んだだけでイメージできません？わかります。で2番目肌すっきり美顔フェイシャルコース、で3番目足むくみ解消美脚フットコース、僕だったらこうつけます、僕がサロンのオーダーでは、はい、って感じです。これだと伝わらないです。その他大勢のサロンと一緒です、選ばれません。
でもこうやって見せ方変えると選ばれるんです。なぜか同じ値段の同じ価格でも、うん、はいっていうことです。これ高くても多分来ますよ、1万円でも、おそらく、うん、っていう感じです。はい、だから製造受けたもののイメージがないです。はい、もう時間がないとちょっとできます。はい、なので要はですね、みんなこれやっちゃってることを、もう同じカラスばっかやってるってことで僕が言いたいのは、でその中に村川さん一人だけ一匹白いカラスが目立つでしょ、で探しやすいでしょ、パッて、うん、これを皆さんやってくださいねっていうこと。だから見せ方変えてねっていう、同じことやっててもちょっと見せ方さっき言って変えるだけで選ばれるようになるよってことです。はい、例えばエステだったらどんな方に来てほしいか、汗やせしたい人なのか、お腹のたるみを治したい人なのか、むくみの解消なのか、どこをターゲットちゃんと絞るかで見せ方が変わってくるってことですね。はい、銀座でこういうエルフラワーさんがあるんです。僕たまたまね、去年前通ったら見つけたんですよ、たまたま。ええー、と思ってびっくりして、これなんかテレビの深夜番組でちょっと見たんですけど、これ分かりやすくないか、日本初のバストアップ専門エルフラージュ、めっちゃ分かりやすいですよね、これが大事です。はい、だからあと例えばですけど、肩こり専門整体院長もね、地方ではまだ多分やってないから、やったら多分白いカラスになれると思うんですけど、東京だと結構これも今出てきてます。だから私天の弱なんで、どうやって切り口変えるかって考えちゃうんですよ。で例えばですけど、安藤さんこういうのですか、肩こり悩むオイルさん専門、やってること一緒、これ打ち出しただけ、これだけで妻沼さん来るんですよ、オイルさんは。これ単に正解だったら選ばれないんです、うん、やってること一緒、見せ方をただ変えるだけで女性来るんです、ちゃんと、うん、はい。であとこういうのを考えました、姿勢の良くなる肩こり専門整体ないでしょ皆さん意外と、うん、でも僕いつも思うんですよ、なんでこれやんないのかなと思う、みんな、なのにこう高いチラシあったり、こうホームページ高い、だから別のとこ力入れると、いやこれやった方がいいんじゃないのって言ったって、これ打ち出すだけで選ばれるよって思うんですか、思いません、うん、なんでみんなやるのかなって思うんですよ。はい、あと例えば歯医者だったら外国人専門の歯医者治療とかね、これ大阪実際あってすごい流行ってます。婦人の、院長先生が女の方です。テレビのニュースでも臨時前に出てましたけど、大阪の鶴橋どこだったか忘れましたけど、あります、一人勝ちです。なぜならばどこも打ち出しないからです。はい、歯医者ほら多いって言ったでしょ僕さっき、はい、うん、これやるだけでもう白いカラス一人勝ちですよ。だからここあと例えば痛くない歯医者専門とかね、うん、あと親子専門歯医者、やってること一緒で打ち出し方こうやってやるだけでやってないでしょ。でなんでやんないのって思うんですよ僕いつも、うん、早くても歯医者見てるといつもすいませんちょっと個人的なことで、はい、だからイメージしてくださいってことターゲットちゃんと。はい、であとこれもありますよ、く業界用語、これ皆さん分かりますか、キャリブレーション相手のタウリオン、オーラソーマー、こんな切り口タイトル出してませんかって話です。女性の方だったら妻沼さんオーラソーマーとかあります？安藤さんは聞いたことはあります。はい、はい、ですね、女性の方これ分かる分からないって結構分かるんですけども、要はカラーボトル心理が心理です。カラーボトルを選ばしてあなたの診療をやるというのはオーラソーマーって言わないと分かんないでしょ。なのでオーラソーマーって書いた時点でもう集客できないと僕から言わせると、カラーセラピストってね、皆さん思うほどビジネスとして成り立ちにくいんですよ実は。だから困ってる人ばっかりです。だからもうそれなのに輪をかけてこれを耐える人はもう思ったはずですから、うん、でキャリブレーションも時間ないでもう上から言ってきます。キャリブレーションはコーチングの用語の一つです。要は相手のことを観察してよく見ましょうっていうのがキャリブレーションっていうのが、言ったら分かる、こうやって言わないと分かんないでしょ。相手の方、これは気候、こっちの気候の手法です、うん、要は子供の0歳から5歳までを愛情に添うための気候の手術のことを相手の方って言います。って言わないと分かんないでしょ。だけど彼女たちってこれ当たり前に使ってるんですよ、いいと思って。もうこれだけで修行できないです僕から言ってると。でタオリオンもよく分かんない、潜在意識のブロックを取るとか、コーチングの中そんな感じだと思うんですけども、これ業界人しか伝わらないですよ。こんなんやってると同業者ばっかり来ちゃいますよ、ブログもホームページも。はい、だから専門用語はなるべく使わない方がいいです。池上彰さんがなぜあんだけ司会に人気あるかっていうのは、難しい政治のニュースや経済の話を初心者、小学生、主婦でも分かりやすく伝えるから彼は人気があるんです。はい、ということです、同じです。だから今出すと一体何屋さんって思われるわけです単純に、うん、はい、いいと思ってるのは本人だけです残念ながら、うん、はい、だから素人の言葉で分かりやすく使ってくださいねってことですね。で読者登録の話についてはまあアメブロちょっとやってない人はちょっと分かりにくいかとも思うんですけども、アメブロってこう読者登録をどんどんこう相手にこう申請できるんです。分かりやすく Facebook の友達申請と思ってください、アメブロの読者登録が。でそれを増やしていくことで皆さんの、ブログを見てもらえる人が増えていくし、アクセスも増えていくし、あるいはそこからファンになってくれて、サロンに来てくれたりとか、商品が売れたりがします。はい、これが結構アメブロのいい機能ですね。これが集客のポイントです実は。でこれも単に増やせばいいわけじゃないです。私も過去に何人も今まで1000人読者いて繋がらない人何人も見てます今までコンサル で、その人たちの理由っていうのはもう中身が悪いリストの中身、要は同業者ばっか集めてるとか
か関係ない人ばっか集めてるから読者1000人2000人集めても全然結果につながらない、うん、だから質が大事です。だから私のクラス後で出しますけども一桁台で集客1人取れたって出てます。何人も実際、うん、読者数何人だけとかね10人レベルで1人取れたとかね、はい、30人で3人取れたとかそういうレベル。なぜかというとこれやってるんです。私がこれをピンポイントの集客をちゃんと教えてるんです具体的に、うん、っていうことです。